2017年の7月の28日の夜の9時を回ったところです。こんばんは。昨日ですね、僕の夏休み2の生放送を始めまして、なんとたった3日で2時間半しゃべるという、大失態を犯してしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。私としてもですね、今回はできるだけしっかりとですね、忘れることなくストーリーを進めてまいりたいと思っておりますので、今一度ですね、皆様のこう信頼を裏切らないようにしていきますんで、アドバイスの方を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、本日は4日目からのスタートということでですね、本当に私としてもですね、夏休みっていうのはなかなかこれは昔の話だななんて思うんですよね。でも皆様ももしかすると夏休みっていうのを今経験されてるんじゃないかな、そう思ってね、本日は私は皆さんの夏休みをちょっと味わおうかななんていうふうに思ったりしてるんですけれども、さあでは3日目から始めていきましょうね。はい、いきます。いや、いいな今日は。すがすがしいね。お坊さんの世間話お坊さんの世間話みたいですか。お坊さんっていうのはなんで無駄話が多いんでしょうね。早く帰ってほしいなって私小さい頃よく思いましたね。15分ばかし戦争の時の話を聞かされた時はもう、ましてやそれが2回目でしたから私の場合は。いやー困った。あの時はね、スズメももう左から右へでしたね今ね。さあ、立ち見の方もいらっしゃい。いやー本日はですね、本当にすがすがしい。喉の調子もいいか、もうかんばしいんじゃないかね。飲酒犯人は犯罪ですよもう皆さんね。最近は本当飲酒運転するともう何十万というお金を取られるということなんですけれどもね。いや大変だ、前田君に言ってあげてください。いや前田君はしてないですよ、前田君お酒飲まないんでね。いただきます。はい、いただきます。これごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。早いですね、間髪入れずにごちそうさまでした。おばちゃん、あ、来た。あ、おはよう、いかりちゃん。今日も輝いてるね。服もそれ。男のガキばっかじゃなくて、女の子がいたらいいと思う。欲しいな、女の子。すごいわ、今のジャンプ。なんでな、言うの。関係ないやないか、お前。どっちでもええわ、別に。どっちでもいいですって、だから。おばちゃん、ひかりちゃんに失礼なこと言っちゃった。あ、なんかいろいろ来た。はい、今来た方もいらっしゃい。ちょっとあげました、ボリュー。うちの妹、ひかりって言うんだ。へぇ、ね、知ってるよ。みつって呼ぶかもしれんもんな、言うてくれな。なんだ、そうなの。どうした。私、男の子って大嫌いなんだ。何があったんや、お前。なんで。ここんちの男の子、いつもひかりに意地悪ばっかしてくる。あ、それあかん、反対、俺も。なんか私の暴き隠したりする。うわ、マジちょっかいかけてるやん。あれ、でも、しげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思うけど。そうなん。なんでひかりにそんなこと。なんでそんなことするんやろ。わかんないよ。なんでやろな。とにかくひかり、もううちの方に帰るね。お前言うてたら、俺は。そんなもん。おい、ちょ、しげる、いや、やんでこい。すぐにへそ曲げちゃうんだから。へそは曲がらへんな。やってた。またお姉ちゃんと踏み探検でもしようか。したことないな。行く。したことないな。じゃあ、とりあえずこっちにまっすぐ行くと、北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。あ、本当ですか。いや、素晴らしい。そうそう。あんまり寄り道すると時間が足りなくなっちゃうからね。リスナーさんみたいなこと言いますね、お姉さんは。いや、素晴らしい。ユニクロっていうね、ザ・ユニクロみたいな感じの、ゲーム音量をもう一つと欲しくしてということで、ごめんなさいね、今日はちょっと私の喉の調子がいいもんで、本当に申し訳ない、申し訳ない。もうじゃあもう音量大きくしちゃおうかな。あ、ごめんなさい、こちらの音量を僕避けていたかな。これでしたね。あ、すごいうるさいな。さあ、じゃあこれぐらいで。あ、すごいうるさいな。すごいうるさいな、これ。ちょっと下げてもいいですか、これ。あ、これぐらいにしていきましょうか。そうですね、相変わらず適当ですよ。うるさ、波の音が。あ、これ B で歩くんでしたっけ。さあ、今日何しましょうかね。お姉さんに言われたようにして、動画が止まるって生放送ですよ。今日はあれですよね、今お姉さんに言われましたけれども、お姉さんの方にも行きたいとは思ってるんですけどね。でもなんか他にもしあれば
これやってほしいっていうのがあればぜひ行きたいんですけれども、どうですか。蜂蜜でも食べていたプーさんじゃねえんだからよごめん、ツッコミのキレがないな、ごめんなさい。生放送初めて喋ったんですけど、今日お休みだったね。あ、今日はもう何飲んでるのっていうか、もう飲み物なくなりました。結局飲めないんで、いや怒ってください。怒ってくださいどういうことですか。喉は移植してないですよ。移植できるならしたいですけどね。なんかこう声優さんみたいなね、なんか低い声を出して低い声を出して、どうしてもこうするとなんかもうあのね、中尾明になっちゃうんですけど。私は皆さんどうでしょうね。できるだけ低い声を出そう、低い声を出そうと趣味が欲しいんですけどね、皆さんもね。あ、占いね、了解了解。あ、来た来た来たってお前、なんかそのこのお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ地蔵、うん、なんでおみくじなのかな。なんでなんでさ、なぜでしょう。知らんのかい本人に聞いてみたらいいかもね、うん、知らんのかよって。あ、そうなん。おみくじ地蔵、将棋さんしとくじゃ、今日も将棋さんしとこうや。お、あ、今日仲良しさんや、仲良しさん、仲良しさん、え、じゃあお姉ちゃんどこ行ったん、ほんで。はぁ、あ、やっぱり森の近くに来ると、うん、空気がしっとりしてて美味しいな空気がしっとりて、お前初めて聞いたわ。キノコみたいなカビ臭い匂いもするけどね、花ええな。お墓の3秒ルールって知ってる。え、知らん。何それ、落ちた時のやつしか知らん。この石段の上にお墓があるの、うん、だからこの広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。過酷。へー、そうなんだあ、そう、うん、へー、じゃあ息を吸って。ものすごく過酷やん行くぞ。もう吐いてもうてますやん、もう吐いてもうてますよね。言うわー自分。バイバイ、元気や。あ、元気っていうか、まあそうやね、今日生放送して初めて喋ったからね、何もしなかった。お、うん、お姉ちゃん、うん、本気で走ったの久しぶりだったよ短っ。今のはかけっこだったんだ。あ、かけっこやったの。じゃあ僕だって負けないよ。あ、こらこら、そっちはダメだってでも分からへん分からへん展開が、なんやねんってこれ。ねえ、止まって止まって、月9やん。そっちは嫌だってば。なんや、などうした、なんでいらんの。なんかあの、アスベストか、アスベストかなあ。あ、なにこのシーン、これ俺これ知らねえか、このショット。誰もいないのかな。どうしたの、どうしたん。実はね、うん、ここ私の幼馴染の家なの。へえ、そうなんだ。今はもう全く付き合いがないんだけど、うん、私が小学校に上がるまでは、うん、ほとんど毎日一緒に遊んでた。付き合いがあるって言ったらなんか付き合ってみたいもんね。このうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの。あ、そうやな学年が一つ違ったの。へえ。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったから、うん、バカか分かった時はお互いびっくりしたんだよね、うん、へえ。楽しいことに、うん、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ。恋愛かお前あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。ほう後ろで手くんのやめろお前、朝礼かお前。ちびすけみけねこ泣いた笑った初耳やねんけど、ラララララ自作曲ですか。ラララララ、いつもオリジナル。ひだまり。最後の締め文句。寂しすぎ。もうちょっとあるでしょ。いやいや、ララ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 ラ、いや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 。楽しいな。ちょっと語呂おかしない。じゃんもな。運命のいたずらというか。始まったもんだよ。私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど。私の入学以来、その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。へぇ、そうなんだ。全然聞きないやん。ねえ、今の歌なに今の歌なにこれはね、私、中学で演劇部だったの。今のは、舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。あ、作ったオリジナルか。姉ちゃん、こう見えても、うん、一応、部長さんだったんだから。あ、そうなん。すごいんだね、お姉ちゃん。すごいね、お姉ちゃん、ほんと。ねえ、続きはあるの今の歌に。え、あるようなないような。このあと夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃったわ。というところまで作って。作って
なんだかどーんと寂しすぎるから作るのやめちゃった。お前俺か思ったもん。まあ言うなれば永遠のお蔵入りってわけ。ああ、 そうなんだ、ちょっと悲しい歌なんだね。さてと、そろそろ戻らないとヨウ君帰ってきちゃうかも。ヨウ君？ヨウ君？そう、ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。ヨウ君か。それが幼なじみのヨウ君ってわけ。へえ。それにしても、あの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。そうやね。ロケット飛ばすんやろ、ヨウ君。ちゃうの？じゃあ、お姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。へえ。すごいね、これ。あれなんすわ、やっぱりこれ。だから二人は今意識しようてるんですね。ね。で、三毛猫の話なんてヨウ君出てるね、いっぱい。ヨウ君はでもあれ、もうなんかすっかり俳優になっちゃったけどね。あ、道中で会ったりするかもしれんね。俺もヨウ君に会いたいな。ヨウ君とお話できひんのかな。まあここで話なんか広がることないと思うから、ちょっと一回戻りましょうか。ヨウ君出てくんのかな。思春期やな。思春期やわ。みんなもあったんちゃう？って言うて、あれ流れた涙出てくるよな。俺も流してほしかった。写真撮るよ。お前さ、いつもよりいい顔してね。どっから出てくんのお前。はい、チーズ。エンカウントやん、もうお前。写真楽しみにしててね。ええけど、ものすごいなんか古ない服本で。今の人誰？民宿のお客さんだよ。サイモンヌやで。そうなの。サイモンヌやで。登録してくれてありがとうございます。それにしても僕、今日は楽しかったね。僕も楽しかった。楽しかった。じゃあまた時間ができたら、お姉ちゃんの家にも遊びに来てね。分かったよ、姉ちゃん。分かったよ、姉ちゃん。じゃあね。さようなら、僕くん。それが僕くんの最後に。おい、ルール。俺のボケ。忘れてた。俺のボケよ。笑ってる場合ちゃん、笑ってる場合ちゃん。今俺が言うたとこやん、今それ。それが僕くんの最後に走ったとか言うとこやん、今の。なりふり構わへんな、ほんま。俺あんま関係なかった。日本語間違えたね、ちょっと虫相撲しようぜ。虫相撲。これあのツイッターでね、あれからあの放送の後からツイートいただきまして、あの私の玄関のところにコクワガタのメス見つけましたっつってね。コクワガタのメスが玄関で見つかるっていう家、そんな家があったみたいなんですけど、まあちょっとそれを意識して今回もやっていきましょうか。面白くないから大丈夫って。主さん、お滑り申してる？そんなことないよ。僕一番ね。でもやば、別に一丁も沈もうでバリバリに揉んでやっか。すごいな、お前。なんかそんなゲームなかった？ドラゴンボールでそんなゲームあったよな。一丁やってみっかって知らん？でれんでれんって言ってる時にコントローラーぐちゃ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 って押したら裏技できるやつ知らんかな、みんな。ドラゴンボール…なんていうやつゲーム。俺、まず俺が相手ね。あれでぐちゃ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 ってやりすぎて俺指に豆できたことあってん、一回。多分ファミコンかな、普通ファミかな、なんかそこら辺のゲームであったんよ。ドラゴンボールなんとかやねんけど。うわ、出た、これや。え、俺なんか新しいやつ手に入れへんかったっけ。昨日1日目から3日目をプレイしたところでですね、砂糖水を一応塗ったんですけど、それは見られてないか。いや、しゃない。ちょっと一番でかいやついきましょうか。こいつ一番でかいんじゃない。おっしゃ。そうそう、カカロットみたいに言うねん、言うねん。あ、そや、服脱がなあかんな。いけやったやろ。いけ。ちなみにこの5勝は私たちが負けた5勝ですからね。0勝0敗から始まってますから。よし、いけ。あ、いた。おいた、いた。わざ出して。わざ出して、のこぎり。ああ。どんな問題。なんかもうかなわないんだよな。もうここに一つの壁が存在してるんだよな。これ、俺あんまり。戦わん方がええ気するな、ここまで来たら。いや、なんか変に戦って相手強くしてる気せえへん、これ。負けたやつ後悔に出す？あ、そうする？のん叩きで行く？あ、でも向こう叩いてへんもんな。いや、これもうマックス叩きで行く？いや、もう技の連発ちゃう？ヒットパレードで、レッドカーペットぐらいの芸人にとっては、絶対こうすごいことになると思うんだ、俺。やった、ええって、なんで向こうが技出すねん。
叩いてへんやん。もうもう交換しようぜ。もうこれでも大したもう出てこへんやろ。でも2回しか買ってへんねやで。こんな一緒なの範囲のやつだやりらんもんな。もうほなもうちょっと新しいやつ出していこう。もうめえわ俺もう帰るわ。ほななあバイバイ。じゃあ、うん、俺たちも元のところへ帰るぜ。どこやねん。僕くんまたね、うん、どこにいんねやろ。いやほんまに園長、あ、今日はね、あ、ごめんなさい、昨日のだから放送によってですね、私はたった3日間だったんですけれども2時間半喋ってしまうという、大失敗をしてしまいましたんでですね、今回はえ、ちょっと僕も砂糖水のロボットの前に何かあるんじゃないかな。それ何かあると思うな僕。あれ、うん、やった。何それ、何についてんのそれ。あ、コクワガタや。ええやん、新しいやつ手に入れたわ。あ、もうこれちょっと蹴りたくってみようや。もしかしたらコクワガタおるかもしれへんで、ね、これ。あれ、お、あれ、もうええって。お前見つけた。もうええって、何回も見つけたしてるって。お前もうもうええお前もうやめるわ。お前はもうココア育ったいな。え、だってソルトの動画でもココアで買ってたやろ。俺なんかそんなイメージあんねやけどな。めちゃめちゃちっちゃいココアで買ってたイメージがある。ちょ、もう一回ぶちかましてみようか。あ、虫やみや、せや、ごめんごめん。この生放送が始まる3分前から入場ってできるんですよ。その間にもう家で虫やみ取ってねっていうコメントあったぐらい虫やみ私取ってないんで。あ、金鬼クワガタとかいたな、忘れてた。あったわ、あった。到着。おっしゃ、さてと、おっしゃ、ほんと行ったるわ。かましてやりましょうか。じゃあココアガタ一回ぶつけて勝てたらちょっと育てよう。でもう無理やったらもう虫やみとってちょっと別のこと行きましょう。これどうでしょう。あ、こいつや。よっしゃ、まず俺が相手ね。こいつやろ、7勝やろ。あ、大きさやっぱちっちゃいな、ココアガタっていうぐらい。あ、でもスタミナちょっと多ない。煮たたきにしとく。煮たたきにしとこうか。いけ、ここはまた。いけ。お。あ、横向いた。え、なんで横向いた。え、ちょっと待って、ちょっと待って。うちのここはまた横向いたんやけど。え、なんなん今の。いや、違うやん。よしいや、違うやん。戦う気がないやん、うちのここはまたが。よし、いけ。それはなんだ、技なん。え、いや、ごめん、分からへん、分かりにくい。お、ってそれ、なんなんそれ。じゃあ今、なんかひっくり返して、なんか土俵際ひっくり返して一発みたいな。もうって、もうどんなもんだい。何やねん、新聞。おや、技のレベルが上がったぜ。お前ね、新しい技を身につけたんだ。お前のやんて、だからって、もうもうええわ、もう帰るわ、もうやってられませんわ、もう。いや、今の面白かったんやけどな。じゃあ、俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。初めの一歩やな、よそ見。あれはすごいと思うわ。じゃあどうしようかな。まあ、砂糖水塗ったし。じゃあ、虫網取りに行きますか、じゃあ。さあ、あの、占い行きましょうか。占い。ヨウくん、なんか、でけへんかな。守備用事って守備用事で、あれ、バリ出してるの。それで面白いな。よう、そんなこと思いつくな。あ、ないわ。ここにはないね。部屋かな、じゃあ。え、どこでしょう、どこにあるんでしょう。私の部屋に行ってみますか。ここ私の部屋なんですけどね。あ、朝顔背中。ほんまや、ありがとうございます。ここなかったと思うな。なかったよな。オッケーオッケー。じゃあ違うとこや。どうしようね。あ、服脱ぎましょうか。いや、ちょっとでも俺失敗してる気するで。なんかちょっと強くしてる気がする。相手をどこにあんやろ。虫闇、多分家って言われてるからここら辺じゃない。こっちじゃない、違うか、こっちの部屋とか。うわ、なんかめっちゃある。こことか、なんなんこれ。ものすごいローテーブルやな。こんなタンス、俺見、僕の顔が大きくなったり小さくなったりする不思議な鏡がある。え、何それ、今でも分からへんねんけど。ないなあ。あ、これ、ああ、こんなんあったな、実家に俺。そんなんしてええの、怒られるんちゃう。虫網、これ、
机の上、机の上、あ、B の方もありがとうございます。でも机の上ってことはこれあれかな、俺の部屋かなこれ。あ、もう B 盛り上がるんじゃ、ついに。もう前回はね、立ち見 B のコメントでひたすらなんかもうなんか協力してたんですよね、皆さんね。それがあったんで、ここ違うよな。ヨーグルト押せ、 R 押して、 R 押して、あ、 R トリガーの2個目でこれ見れんねや。へえ、ほんまや、すげえ。あ、外でね、外に出んのね。あ、こんなんもできんの、すごい。コクワガタがいっぱいや、これジブリがいっぱいみたいな感じになってる。はい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 、わかりました、わかりました。外で R1 を押せと。はいはい、わかりました、わかりました、わかりましたわかりましたやん。ラグがあるんですって。それも皆さんびっくりだよ、本当に。ちょっといい声にするな、ちょっと仲分けられないな、これ。だから外に出て R 押すんだ、これ。あ、すごい、おるら捕まえたら、おるら、あ、見たか、あ、お、来た、モンシロや。オッケー、モンシロワンだ、お前。おっしゃ、こっからもうほんま全部もう取り尽くしたから、お前ら覚えとけ覚えとけって言われて違うから、もうお前とかええわ、もうビッグやとか、もうお前とかええわ、もう眼中にないわ、我の眼中になし、やあほら、もう気色悪い虫でも全部捕まえたら、もう気色悪い虫全部捕まえたれ、これで。おっしゃ、刈り取るぞ、ほら、いや、ほら、当たった、モンシロが絶滅させたれ、もう。あ、もうこれやめるって言ったらそこら辺まで行くんで、今回はなんか最後まで置いとくん、なんか最後まで置いとくん、どういうこと。あ、朝顔や、危ない危ない、忘れた忘れた。これさ、でも俺 めっちゃ平等にやってるやん、平等院に報道やん。お、この場合どうしたらいいの、俺これ決着つくん、これつかへん気すんねんけど、これ。あ、こうか、これまあええか、やっとやってみとくか、これ。あ、今ここはアリーナですよ、あなたのとこはアリーナですよね。ヤンキーやめなって、ヤンキーじゃないですよ、ほんと何人言うんすか、びっくりするなねえ。右だけでいい、右だけやる、え、最後の最後、一回だけ右やるむっちゃこすいことする。え、でも、どうせやったら全部咲いてるやつ見たいやん、みんな見たくない、これ朝顔、そんな右だけ咲いてるなんてねえ。あ、でもいいんじゃない、これみんなそこ育ってさ、最終的にこう、みんな1位でしたみたいな、あら大人、もういいわ。ちょ、これしとこう。あ、なんもいないよね、これ何見てんの、自分ら滝か。やっ、ザリガニ取れた、全然いないみたいだね。おらへんの、今日この前捕まえたやつをさ、うん、筆箱に入れて学校持ってったらガーン死んじまってやんのまあ、当たり前やな、お前さ、当たり前やわ、ガハハハハとか言って、お前それ俺が YouTube だったらもうほんまに、あ、叩かれんじゃん、もしかしたら。今あの頃やから許されて、コナン君の声が言うからね、まだあれやけど。すごいで、筆箱にアメリカザニガニ入れんねやで、びっくりやろ。あ、ちょっと待って、ヒカリちゃんのあれ聞こうぜ、今日の占い聞こうぜ。今日はなんなん、適当に自分が選ぶんやろ。ねえ、うん、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか、うん、占ってや、それがもうすでに面白いわ。じゃあ今日は読んで1、2、3、4、はい、だから丸打てって、お前この中から好きな数字を選んで、打ってくれ、おすすめが分からへんや。夜の安子お姉ちゃんの部屋、おすすめは夜のお姉ちゃんの部屋だってさ、うん、丸打てよ、あんた妙なことしちゃダメだからね。するわけない、何歳や思てんねん、参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く、聞きますよ、じゃあ、はい、じゃあ4番にしますか。夕方の公園、夕方は公園、夜は安子お姉ちゃんの家ね。たまには夕方の公園にも行ってみたらどうかしら。それだけ、あ、それだけ、はいはい、次5番、夕方の船着き場。あれ、喋ってくれへん、今日は夕方の船着き場がおすすめよ。なんだかすごいことになってるみたい。え、俺どうしたらいいの、船着き場からじゃあ公園行けばいいのってことやんね、これ。はい、次8番、夜、診療所の前。
診療所の前。どう参考に。いやならへんやろ、それだけではならへんわ。うん、まあ声かけますわ。ほなこことか新しい虫いいひんかな。あ、もう虫嫌いなんですよ私は。今初めて見た方もいらっしゃると思うんですけどね、私も3ヶ月ぶりの放送ですんで、私が本当に虫が嫌いで嫌いで、いや本当大変なんですよ。もう最近だから本当にあの家の扉の横にね、あ、犬喋りかけとかなあかんのか、蜘蛛が出たっつって、本当もう家半日出られなかったんですから私。これでいいの？これしとかなあかんな。あ、よっしゃ、ピー来たっていう人もいますけどね。こっちょ、ちょ、待って、これ、どっち行こうかな。え、夕方までやってすることないやろ？モンシロちゃん、これ。え、モンシロ分布しすぎやろ。ちょっと、あ、こいっちゃう、こいっちゃう、こいっちゃうわ。これ絶対違うわ、これ。え？ほら、来た。膝の目。うん、あ、買うわ。膝の目、ごめん、なんか分からへんけど、膝の目買うわ、ほら。そやな、嘘をつくように息を吐くんじゃないよ、息を吐くように嘘をつくんだよ。そこ逆にしたらおかしくなるよ、おかしくなるよね、それはね。嘘をつくように息を吐くと思う。ものすごく俺はもう全く呼吸せえへんみたいになってるからね今。でこれもうここ一回お話ししよう。こいつに今日金もらおうぜ。背広ねえおじいちゃん、うん、おじいちゃんは何のお医者さんなの？何のお医者さんなの？何のって昔は内科の専門医じゃった。内科じゃないか？やな、まあ、おの今は何でもやじゃな。何でもやってもお前医者ちゃうやないか。内科って何？切らないで治すのが内科。へえ。切って治すのが外科じゃ。じゃあ歯科は？歯科は？切らないで治すなんて、うん、それって超能力みたいだね。ほう、うん、超能力か。なってるな僕。はてさて、うん、わしもそのような気がしてきたわい。勘違いや先生って。勘違いやって。なんだか子供みたいですね。平和やな。こうもう滑らない話とかこの人ら見たらもうものすごい笑うんやろな。過呼吸になるぐらい笑うやろな。うん、年を取ると。あ、わかりましたわかりました。歯科は歯。いや分かったんかな。それは分かったんかなって。じゃあ切るか切らへんかって言うたらね、あの叩きましょう。これあんま分からへんな、これリズミカルっていうのが。トン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 。ちょっとおじいちゃんこう前にちょっといか、あ、遊んちょちゃって前にちょっと行ってるな。これ客来んの？これどうなんやろな。おじいちゃんこう生計立てれてんのかな。だって看護婦さん椅子に座ってるって俺初めて見たで。あれ警察の事情聴取やで。もうここまで来たら。で、あの上に置いてある扇風機の小ささよ。すごい小さいな。まだか？今日長いわ、おじいちゃん。いや、今日長いわ、お前。20円や。20円。うん。楽になったわい。そう、それはよかった。はい、これはお立ちんじゃ。まあ、10円や、まだ。お前、絶対もっと金持ってるで。絶対奥持っとる、こっち奥持っとるな。ねえ、ん？僕くんは汗かきかな。ベロ。俺最近でも太ったから、太ってきたから汗かくけど、あんまり汗かかへんかな。え、でもさ、この今見てる人とかでもギャッツビーのボディタオルみたいなやつあるやんか。あ、はい？はい、多いな。A は、はい、めっちゃ多いわ。あ、はい、多いな。じゃあ、はいにしときましょうか。そうですか。ちなみにお肉を食べると汗をかきやすくなります。どっちでもええやん。口から入った食べ物は消化管で消化吸収されて、はい、うん、その後肝臓でエネルギーに変わるんだけど、うん、この時にタンパク質の場合、糖質と比べて5倍も熱を出すのよ。だからタンパク質の多い肉類をたくさん食べると体温が上がって、はいはい、うん、たくさん汗をかくようになります。え、なんかの講義ですか？ねえ、じゃあたくさんお肉を食べる人、うん、例えば外国の人なんかは体温が高いのかな。うーん、例えば外国の人ってどういうこと？そこごめん、僕もそこが分からへん。その外国の人がご飯、肉を食べるっていうイメージが分からへん、俺。これこっち行こうかな。俺これ診療所めっちゃ好きやねんけど、なんやったら絶対なんか新しい話も用意してくれるやん。ええー、なあ、ここ俺こんなとこ住んでみたいわ。俺ここでサワガニめっちゃ取ったわ。こういうとこ取らへんかった？俺うちのおばあさん京都に住んでるんですよ。京都もなくなったんですけどね。京都に住んでる時にこれ俺めっちゃ取ったわ。泳いで海行かへんかったけどなあ。取った、みんなも取ったやろ。
お、ここ、あかりちゃん。あれ？お、何おんの？見つけた。あ、何これ、ここは？むっちゃちっちゃいやん、鬼クワガタっていう名前のくせに。お、砂糖水塗っとこうっとしようや。砂糖水塗ろうっと。いや、塗ろうか。うん、ええやん。思いっきりなんかやっつけな感じで見るからな。あ、これちょっと、これ取ろうで、ここ。もう取れへん、これ。あ、どこ行ったな？ここら辺こうやって振りかざしといたらなんか取れへんか、これ。押したい行こうか。これなんか夕方に公園に行きたいが、あ、取った。何これ？え、お前トンボ？うせやん。お、マイナスドライバーかと思った、最初。思わへんかった、みんな。あんな形のトンボおんの？あ、ここになんかおる、ここにおる。これなんかチカチカしてるな。おら！おお、逃げるや、お前。おら！おお、逃げられると思った、お前。あ？おら！おお、やるや、お前。これ多分みんな見えてへんと思うけど。ちょっと、取ったら、あ、取った。これ。これレアやで。お前か。もうええわ。もうこれ先進みましょうじゃん。こんな形のフック知らない。知ってる知ってる。なんかあの S に S 重ねてるようなやつやろ。わかるわかるわかる。大緑シジミ。あ、シジミ来た！今作もシジミ健在ですか。これシジミ好きな。あ、こいつ取れへん、こいつ。こいつ。あ、なんか飛んでいったんやけどな、あれ、一瞬。取れへんかった、あの黒いやつ。取れへんか。じゃあこっちも戻り、あ、おる。ほら押した、取った。これ全部標本やからな。する必要なくても、諦めよう。する必要なくても標本にしていくから。逆にここに何書いてんやろな、これ。これが気になるよね。高速なんかな、ここ。高速は大変やわ。あれ、ガラコない高速はほんまに信用できんよな。狼娘？いや、これね、ワンをね、見てた人はわかると思うんですけどね。結構被るとこ、あ、メス赤緑シジミやって、ポケット入れよう。あ、いいやん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 。これええわ。ちょっと待って、もうこれ邪魔やからさ。さつまいも全部ほかそうぜ、もう。ここら辺の、ええやろ、もう、これもう。逃がそう逃がそう。あ、コッペパン？いや。あれがコッペパンに聞こえて仕方ないなぁ。他になんか言い方があればね、私もそう言うんですけど。コン逃がそう。おっしゃ。ポケットに入れたらね、後でだから今多分抜けたから、虫が。ほんなら虫かごに入れてくれるようになるんですよ。という、予備ポケットみたいな。お！キベリタテハ。新しいの多いなぁ。もうあんじゃ、もういらんか。もうノコギリいらんか。ノコギリクワガタって俺でも結構レアやったけどな。みんなが逆にさ、自分が捕まえたことある虫って、捕まえたことがあるやで。手で取ったことがある虫って何？もう、わいわいは一番カブトムシが好きだった。もうおとんが夏にカブトムシをなんかしら会社場からよう取ってきよったんですよ。もうほんまうるさいんや、あれ言うんだったらもう。ものすごいバタ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 して。あ、うるさかったんですけど、殿様バッタってあ、イナゴのでっかいやつみたいやろ。あれでかいんよな、あのイナゴのでっかいやつ。ほんま覚えてるわ。スズメは虫ちゃう、ダンゴムシだけ。あら寂しい。ダンゴムシはまあ捕まえたことあるね、確かに。おやおやも捕まえたことありますよ。もうよそこらおったんでね。あとなんかムカデとも言えへんし、ちっちゃい虫とも言えへん。なんか、あれなんていうの、なんか、ちっちゃいムカデモドキみたいなやつおるやろ。あれはほんま気色悪いよな。あいつほんでな、死んだ時に蚊取り線香みたいになんねん。わからへん。あれがいっちゃうっとうしかった。俺、あれもうほんま気色悪い。あ、安でっていうのか、あれ。いっちゃう無理よ、俺、あれ。もう、なんで死んだ時にあんなカトリック線香みたいになるのかがもう全くわからへん。あれやろ？ただみんなも見たことあると思うわ。あと、網戸してても入ってくる急の小ささのやつ、一番うっとうしい。この時期。プールによくいんの？あ、プールによくいんの？水回りによくいるってこと？あ、これ逆やった、ごめん。もう夕方かなと思ってね、ちょっと釣りでも行こうかなと思ったんですけど。一番嫌いなのは雲ですね。雲はほんまに無理。ほんまに雲だけは無理。なんで8本も足あんのか分からへん。6本か？あ、もうあんだけ足ある必要性が分からへん、俺。日本でええやんと思うもん。あ、これもう、あなたに会えた、それだけでよか。これ捕まえるために言うからね、これ。
悪いけど、ごめんな、音量、あーなったに、あ薄ってる時だけ BGM っぽくしたくなんねん、ごめんね、ちょっと実況者のサラが出ちゃうんだけど、いつでも聞いた、せやねん、ごめん、なんでか知らんけど無駄に鼻詰まってきたなんでやろ、鼻詰まる要因が皆無やのに、どうしたんだろう、うわ、きっしょ、お前とか、もうマジ。もうボケてやわ、潰れてまえ、もう。ちょっとノコギリしてようぜ。もう、ああいうの無理。ああいう、私、虫です、みたいな形してるやつ、ほんま無理。自己主張激しすぎる。だぞだぞ。おいしょ、コッペパン。ちょっと、一回、あっち行って、釣りしよう、釣りしよう。釣りしよう。釣りしようって、釣りしようって。いや、違うって、違うって、わかるやん、わかるやん、僕。わかるやん、オッケー、そうそう。ここら辺で、ちょ、この先っぽで俺、釣りしたかったやな。うすんた時に歌うの無理やで、そんな、そう、分からへんもん、こことか絶対違うやついる、これ違う、あーなったにちょっとごめん、身構えなあかんな、これ身構えなあかん、これ釣りできひんわ、これ一回直さなあかん、あ、できた、で、こう釣ろう釣ろう釣ろう、50センチ以上の魚釣って、ちょっと晩ご飯にしたら、ビーに来た方もいらっしゃい、B に来た方もね、 B に来た方は絶対に B に来たよって言ってコメントしてくださいね、そうやって私はコメントを稼ぎますんでね、はーい、目の声より聞いた、アゲハチョウ、あ、親の声か、B 行きたい、 B 行きたいとかないやろ、でも海きれいやな、沖縄とか行ったらほんま海きれいやな、入ったら来たんやけどな、あ、余計なこと言ったか今俺、あ、これ装備あかんのちゃう、装備あかんぽいな、あ、B に来たの、あ、ありがとうございます、 B に来ましたって言ってね、あの A の方も A に来ましたって言っていただいてね、アリーナの方もアリーナに今いますって言っていただいたら、もうあのグッと来場者数が伸びますんでね、あとはもう F5 連打って言ってもうあのそこがもう私のほんま十中八九それさせてもらってますんで、本当もう ありがとうございます、ご協力いただいて、本当にもうどうなんやろな、これでもな、でも最近さ、みんなでもぶっちゃけな、ぶっちゃけた話やで、ネットの方が見てへん、テレビより、ちょっと待って、これアメリカザリガニにしといて、ぶっちゃけネットの方が見てるやろ、俺はもう、あ、今来てた、ごめん、俺完全にネットの方が見てる、あの変にだからほんまにニュースとか 見るよりツイッター見てる方が早いんやって、情報がテレビないのないてよお前、それはダメだ、ないやん、どないしたら掘れんねんて、これ分かった分かった、それでええねんて、僕それで掘ってほしいな、俺は違う、僕もうアメリカ大会にいいよ、ネット率高めよな、Mステ見た、え、最近のMステって何やってんの、なんなんこれとか、もう分からへんねん、もう魚でええやん、お前名前も魚や、磯目で言ってんの、そやな、最近テレビもネットから調子入れてるよね、っていうかもうなんかネットこれつってええの、これが額に50センチあったら食うてええの、ものすごくスウェーデンみたいな、スプラトゥーンですみたいな意をしてるやん、ええなあ、アニメのみ録画、あ、アニメな、なんか1時半ぐらいにさアニメやってへん、アニメシャワーとか言うてん、あれ俺いつもアコのアニメだけ俺あんま見えひんのな、なんかちょっと俺とそぐわへんアニメしてんな、俺もうほんまかザ・ジャンプみたいな人間ですやん私って、もう知らない人もいると思う、どんどん小さくなっていくな、3センチでしょこれ、ものすごいちっちゃいやつよく当てたね君、アメリカザリガニにしよう、あとそう月曜から夜更かしとかね、そういうのは見る、確かにアニメシャワーのやつだけ見えひんな、もう本当に私はもう生きた少年ジャンプって言われてるから、もうすごい戦いの連続でね、本当にもういいってもうそれはもう、なんで？なんでそれしか取れへんの？磯目にしとこじゃん、磯目にしとこよ、サイモン、釣れた、もうあかんわ、ちょっと待って、俺あれがあかんじゃん、餌、装備があかんじゃん、あ、スギル TV な、仕事から場から帰ったらスギル TV ってよう見てたわ俺、投げにしてみる、初めて投げで、アメリカザリガニ、お、遠い、ちょっと遠い、あ、金曜ロードショー今日あれやろ、ジュラシックパークなんやろ、え、何？なんか釣ったんやけど、でっかいの、何釣ったん、お、何これ、うわ、きっしょ、どこ持ってんねんお前、
そんな無理やわ、お前もう気色悪いもん。どうしたそんなタコやって。え、タコってそんな釣れんの？なんか結構レアリティ高い系のあれやったよね。サイモンじゃないよ。お、またなんか釣ったぞ。あれ違うやつや、これ。いいな、もうわからん、ね、リアクションが取れへんわ。シロギスほどわからへんやつないわ。川魚でいうニジマスぐらい食えるか食えへんかわからへん。バイバイ、タコ好き。いや、タコ、え、俺全然タコ好きちゃうで。俺タコとイカはほんまにもうあんまりなんかと思うで、そぶっちゃけ。海鮮丼とかでイカ乗ってる意味わからへん、俺。ごめんやけど。いや、マグロわかるやん、サーモンわかるやん、ハマチまだわかるわ。イカってなんやねんって思わへん。え、いるって思わへん。特に大場とか、は思うもん。大場さんっていう同級生いてさもう、ごめん、それしかもう、それしか頭によぎらへん。大場なんか出てきても、俺絶対食わへん。食い物ちゃうもん、もう。大場うまい？大場の刻んでなんか入れるとかあったよな。おかんがなんか時より調子乗ってなんかジャコかなんかに大葉入れやがって、ほんまもものすごくまずかったことあったわ。なんやこれ、なんつったん。あっ、マコガレ。あ、こんなんめっちゃええやん、見つけようぜ。あ、ええー、なー、仕掛けによって違うんわ。食べへん、いや、おでん食べへん。え、みんな何が一番好きなんじゃ。え、ちょっとごめん、あのさ、みんなにご飯何が好きって聞いたって、どうせハンバーグとかそこらでしょ。もうこれ今見てるコーナーが10代半ばでしょ、皆さん。さあ、もう多分そうやと思うんですよ。私が19歳なんで今、皆さんがどうせ多分17歳ぐらいだと思うんですよ。皆さん若いじゃないですか。じゃあ、言うたら多分みんなハンバーグ、カレー、ライスとかその辺言うと思うんですよね。言うと思うんですけど、ぶっちゃけサイドメニューで一番何が好き。もつ煮って、お前おっさんか。八宝菜ってお前八宝菜ってお前、俺一番何が好きって八宝菜聞いたことないわ。ほうれん草を唯一食う手段やろあれ。メジナも迷わない、メジナ食えるかどうか分からへんけど、ダグルソって。え、ぶっちゃけ、いや、ちゃうねちゃうね、意外とな、この放送、いや、皆さん思ってる以上、じゃ皆さんが思っている以上にこの放送10代仲間の頃見てるんですよ。もう皆さんがそうね、例えばしば漬けであるとか焼き鳥であるとか、だし巻き卵なんていう日にはね見てる人がみんなね、あれ、おじさんおばさんばっかりなのかなってなるんですよ。わかりますか。だからやっぱそのサイドメニューといえどもね、やっぱりそこはあの、なんて言うんでしょう、なんかタコさんウインナーとか、そういうやっぱ答えが欲しいな俺は。筑前煮とか、お前お前親戚のお前おっちゃんか、菊池さんやん、お前菊池さんやん、お前もう固定半つけてくれ、菊池さんやん、もう筑前煮って言う人はもうってメジナ大から小への移り変わりが早いしんやって、お前は。いや、もうだってお弁当の時に一番入ってて嬉しいやつとか何やったって言われたら俺は悪いけど、もうほんまあれやで、タコさんウインナーやで、ごめんやけど、もうタコさんウインナーが入ったらもうほんま嬉しかったもんな俺。あ、唐揚げな。いや、唐揚げでもピンキリやろ、ぶっちゃけ。イナゴの佃煮、もう佃煮とかマジ信じられへん俺。え、マジで言うてんの、ジップロックやろそれ。ジップロックはないわ。あ、でも分かる、春巻きは分かる、あの透明な春巻きあるやろ、あれなんかそそられるよな、ほんまに。あれだけそそられる、なんか食いたらんねんな、食うたらあれ違うなって思うんだけど、いつも冷凍食品って。そりゃお前全部そうやわ、生春巻き、そう、生春巻き。ええー、なー、みんなが好きなやつなんやろな。え、じゃあ逆にだって皆さんもう昨日食べたご飯なんて覚えてないの、もう皆さんもあのシナプスなんて言ってるじゃないですかそれ言い過ぎ、そこ言い過ぎたな、ちょっとおじさん言い過ぎたごめんごめん。いや、チキチキボーンは美味しいよ、チキチキボーン大好きよ俺、ほんまにすごいやから。あとサイゼリヤのな、サイゼリヤの辛味チキンってやつ食うてる、めちゃめちゃうまいから、俺びっくりした最近。サイゼリヤって言うて俺、じゃあ最近ご飯食いに行こうやって言うて、
ほんでどこ食いに行くって言って、おいちゃんうどん食いたいなーって言ってんやんか。でもサイゼ近かったからサイゼ行こうや言うて、サイゼ行って、ほんで何やって言うたら、なんか大概洋食やでなあれ。ほんでハンバーグも言うたらさ、あのびっくりドンキーより負けてんじゃんとか言って、俺思ってたんや、ピザ言うてもオランダ屋っていうの奈良にあるんですけど、オランダ屋っていうところに負けてんじゃんとか言うて、ほらもうええわ、俺もチキンでええわ言うて、辛味チキンめちゃめちゃうまいね、めちゃめちゃうまい、めっちゃ安い、ほんで絶対食うて、俺それ食ってうわめっちゃうまかったな思って感動したもん。ほんでその後中を行ったから、もう最近ほんま食いすぎやばいんですよ私。燻製オイルサーディンわからんわ、どこの生まれや。あ、ジョイフルとか知らん。え、ファミレスで言うたらどこなんみんな、もうこっちやめていいかな。ファミレスで言うたら私はもうガストですね、やっぱやっぱりガストですね。あとガストは10席もしあったとしたらね、キャパが10席あったとしたら絶対3席は学生やねんな、絶対勉強しとんねんな。あ、なんでか知らん、いつでもテスト勉強中かっていうぐらいしてへん。俺もやったもんな、あの山盛りフライドポテトな。ガストやろ、いやみんなもガストやろ、やっぱガストやな、ガスターやな、じゃあガスターや。我々ガスターね、やっぱそうじゃん。こことか俺入ったことある、これここ入れへんの。あ、入れるやん、なんかあるんじゃんこれ。気持ちよさそうに寝ている。え、俺が猫。え、みんな言うとくけど俺もう30分経とうかというとこでまだ30分や。違う、1日過ぎてへんねん、全然過ぎてへんな。ボクちゃん、もう釣りやった。やったよ、トマトオニオン。あ、トマトオニオン知らん俺。バーミヤン、バーミヤンは毎回港の中でアジみたいにキラキラ光る魚を釣りてるときは、うん、サビキ釣りの仕掛けだぜ。へえ、なんで。針に細工がしてあって、うん、水の中でキラキラ光るんだ。それを上下に動かすと、うん、魚が誘惑されて食いつくのさ。へえ、そうなんだ。アジだけじゃなくて、いろんな雑魚もかかるからな。雑魚が。それも楽しいってことよ。へえ。なるほどね。キラキラしたやつを釣るときはキラキラしたやつでいけってこと？もうちょっと俺もやってみるそれ。あ、なんて書くのそれ。夢にアンって書いてなんて読むのそれ。バーミヤン？え、それでバーミヤンって書くの？え、俺それ全然知らん。そんな書き方すんねや。ここ無理？あれ？こうやろ？あ、違うか。こう？こう？あ、こうや。あ、夢やん？あ、夢やんって読むの？夢にアンって書いてね。バーミヤンって書くんやとか言って。いや、違うやん。バーミヤンの話してたやん、今。びっくりするわ。何？引っ掛け問題？引っ掛け問題やん今の。ビーフストロガノフみたいなこと言ってんの？意味わからへんわ。もうビーフストロガノフでええやん。ほんな、え、俺夢やん。知らん。トリキぐらいですか。あ、トリキってなんであんな安いんやろな。めっちゃうまない。ほんなんか知らんけど、トリキってなんかめちゃめちゃ食うてまうやん。あの釜飯ってあんねん。トリキに釜飯ってあってね。釜飯じゃないから炊き込みご飯かな、なんかあって、すごい美味しいんやんか。それでいつも15分か20分ぐらい待ってくださいって言われるの。あれ、食べる前に待ってくださいって言われるの。あれで、ほんなら、あ、ええよ、ほんなら最初に頼んどいて、2やから言うて。最初に頼んどいて、後から食べよう言うて、大概、もう、そのなんていうの、焼き鳥で俺もう腹いっぱいやんな。やった！いや、夢やん、あるんちゃう、聞いたことあるよ。え、じゃあ逆に聞くわ。紫屋ってる？紫屋知らんやろ？絶対知らんと思うな。最近さ、あ、よ、待って、夕方なった。夕方なるタイミング遅ない。俺ほんまさ、マジでほんま夏かかるんじゃん、これ。知らんやろ、紫屋知らんやろ。いや、歌詞にも出てくんねんで、紫屋って。ほんまに。なんや、誰かの歌の歌詞に出てくんねん、あれ。っていうぐらい有名やねん、紫屋っていう店が。居酒屋やねんけど。昔、あ、サイモンおった。サイモン、何してんの、サイモン。ねえ、うん、今までどこの国の夕日を撮ってきたの？あ、世界中の夕日だよ。どこや？もう、うん、数え切れないぐらいいろんな場所で撮ったよ。どこが一番綺麗だったの？あ、いいね。それは、お世辞抜きに日本かな。120% お世辞やもん。びっくりするわ。それ言うたあかんわな。それ言うたあかんわ。あれ？今日あれ？東京ラブストーリーちゃうの？ああ、そう。今日東京ラブストーリーやと思ってんけどな、俺。公園って言ってたよな。違うんや。
みんなが一番好きな食べ物って何やろな。いやなんかよくラーメンとか言うやん、ラーメン好きなんです言うて。でもラーメン別にそんなめちゃめちゃ食わへんやん言うても。食わへんやろ。だからワイワイはじゃあ一番よく食う食べ物って何？じゃあ自分で一番買ってよく食う食べ物って何？俺卵豆腐やで。もう卵豆腐はほんまに美味しいからな。みんな知らんやろうけど、騙された思って買うてみ、卵豆腐イオンで。めちゃめちゃうまいからほんま。おにぎり、いやまたおにぎりはさ、そりゃそりゃお前昼のお弁当入れたらさそうなるけどや。茶碗蒸しな。相模知ってる？相模、俺相模で働いてたやん。え、知らん？相模みんな。あ、相模知らんか。おや、わざわざ来てくれたんだ、うん、ご苦労様、うん、ありがとうございます。なんかいたわっていただいて。それにしても今日はいっぱい歩いたね。知らんやん、知らんやん、それお前だけやん。はあ、なんだか疲れて眠くなってきちゃったよ。ええな、これさ、この本棚にこんだけ本何入ってんやろな。相模知らん？相模うまいよな、相模うまいよな。俺相模働いててん、ほん相模働いててゴールデンウィークものすごい忙しかったん。めちゃめちゃ客来んねん、やっぱ美味しいから。美味しいってことで客来るやん。もう、あ、これ大変やな言うて、ほんでもうものすごい大変、社員さんとかも3人フル稼働やん。ほんもう俺も休みたくても休めへんかって、もう相模がいっぱいすぎて。でもうやめたって、ブッチしてやめたって。もうな、あれ覚えてるわ。そっからどんだけ行きにくかったか俺。じゃあ相模にすき焼き鍋ってあんねや。めっちゃうまいね。いやほんまにこれだけはもう、いや、おわわ、あの、じゃあ我々乗っ取ったって。いや、スプラトゥーン2じゃないけど、我々あの同級生だけで相模の厨房を全部仕切ったんやあ、友達勧誘、友達勧誘で。最初ナイトがきっかけやってん。ナイトがきっかけ、これみんな知らんと思うけど、ワイワイが昔ニコニコ動画でね、シーマンっていう動画を上げたことがあったんですよ。そのシーマンっていう動画、よし診療所行くよ。シーマンっていう動画の時に途中で電話をかけてきた男がおって、あれがナイトやねん。でそのナイトっていう男がおって、そいつはなかなか面白いんですよ。18の時に結婚してね、大変や言うてその時にね、その内藤が厨房やっとった。俺は友達として勧誘された。ほんと神谷もおったんや。神谷も、お前は神谷もおるやねんって。ほんと俺は友達呼んだよ。みんなめちゃめちゃ呼んでいってで、ぐわー呼んでいって呼んでいって、ほんと最終的に厨房一人だけになって、もう一人だけっていうかもうみんなになって、あの時ほんまに面白かった。もうそっからしよう俺飯食ったもん。もうあの相模の食材という食材を、まあ今時効ですやん、もう時効ですやんね。それはあれは楽しかったな、ほんまに。あ、でもね、ほんま美味しいからおすすめするわ。もし見たら来て、か関西で相模という店を来たら来て、ほんまにうまいから。あれはもう忘れられへん、思い出の味やな。あ、飯だぜ絶対喧嘩売ってるやん。なんで中腰に蛍、ええな、ええやろ。そうやねん、そうやねん、そういう思い出ほんま大切にした、これはほんま。みんなのことを島田紳助みたいになってきてるな俺。なんだよ、さっさと言えよ。ここの売り上げの計算が100円だけ合わないの。ほう、なんだ、俺じゃねえぞ。おい、誰が犯人だよ、白状しろよ。なんでや。お、俺やってない。僕も違うよ。いや、俺なわけないよ、お前。じゃあ誰なんだよ。来てよっかね、お前。まあ、せっかくのご飯がまずくなるから、あんまり深刻に考えないようにしましょう。なんで言うんだよ。たけしか。え、ここのは俺じゃないよ。ここのは、ここの、うん、そうそう、ごめん、口が滑った。あ、すごい。お前、閻魔大王に下抜かれて火炙りで、また先の刑だぞ。不思議だぞ、お前。本当に当てないってば。ってんで、じゃあ、また先の刑だ。そんな。でも、たけし、正直言って、母ちゃん、今の発言でちょっと疑惑の眼差しかも。母ちゃんまで。あれ、ここの下で100円玉を拾ったぞ。あ、ほんまや。そう、私はいただきまーす。いただきまーす。16ビート漫才やったな今の。すごい速さやった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。え、ほんで返さへんの俺。え、全然返していいねん。え、返せんのこれ。返せんのやったら返しとく。いやもうぶっちゃけ、でもみんなもアルバイトぐらいしたことあるやろ。そんな差異が出たとかさ、そっちゅうやん。俺ちょ、ごめん、ちょ、みちゃう、ごめんごめん。俺だけ言うたらほんま俺だけ変なやつみたいになるから、みんなも言うてや。じゃあ、わいわい昔ビリヤード場で働いてたじゃないですか。ほんでね、4時間ぐらいかな、4時間ぐらい、まあビリヤードの球ついたらね、すごい金額になるんですよ。まあ4時間かける1人につき、まあ650円とか700円とかかかるんですよね。まあそれだけですごい金になるんですよ。
まあ、またイカあるけどね。イカあるし、ここにタコあるな、これ。それだけちょっと、タケノコとタコやな。まあ、これだけ見ておきましょう。もう私、まあまあ、それで、それで、まあ、そういう客もおったんですわね。ほんで、まあ、帰るときに、なんかあの、ラウンドワンとか行ったことある人ってわかると思うんですけど、間違えて、大間違えしたんですよ。あるお客様の、金額を、その、ものすごく金を使ってる客の金で、俺、要求しちゃったんですよね。間違えて。間違えてね。ほんだら、すごい金額なるやん。ほんまみたいな。1万円の誤差出した。ほんまそう、サイ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 。あるやん、サイって。びっくりしたなぁ。あん時は。まあ、そういう時もありますよ。やった。皆さんもあるでしょ。あるあるやろ、ほんまに。いや、でもこれはこのまま行ったらあかんなって。このまま行ったら570円ぐらい合わへんなぁ、言うて。ほんで、まあ、ほんなら570円、もうとこか、ね。いや、もうあるやん、それは。ありますやん。あくる日。俺それ知ってんやんか、言わへんかってんやん。それ先輩にも言われてて、それお前言うなよって。そんなことお前言うたらお前なんか知り合わしてるみたいやんけ、言うて。ほんであくる日やん。俺何年前や、10年前ぐらいか。あ、2300円の歳出たやん。2300円の歳出てお前それで合わしとけ言うて、俺2300円払ったことあったわ。びっくりしたわ。よう払ったな俺、ね、2300円。船に王冠あった？あ、あんの？いやお前、俺言うたわ、もうマイナスやで俺。いや、俺がだから一回それやったから。ほんならもう2300円払わされたって、もう大変やったな、あの時は。まあ個人営業の店ですからね、そういうこともありましたけど。もう詐欺罪で捕まるな。詐欺罪って、詐欺罪なのか。大変やったね。いやでも日本には時効っていうものがありますからね、皆さん。いや、ありがたい。これ一個もう女の人に聞くんやけどさ、これなんなん。もう俺、つけたことないやん、これ。俺実写でワイワイが動画出るときこれつけてるやん。タオルみたいなこれつけてるやん。この人は 何でつけんのこれ。こんばんは、ボクくん。今日も昼間暑かったね。暑かったね。うん、そうだね、お姉ちゃん。ところでさ、うん、私、ヨウくん家に行ったとき、うん、おどおどしてたかな。分からへん。おどおど、なんとなく、ビクビクしてたかなってこと。息切れでってこと。どっちもなんだかよくわからないけど、どうしてそんなことを聞くの？あ、髪の毛が邪魔だから化粧水つけたりするから。ああ、なるほどな。風呂上がりにつけてるやつ。そうそう、風呂上がりにつけてるやつ。すごい、最近風呂上がりにそのつける黄色いターバンみたいなやつさ、外出てもつけてるやつおるやん。おるやろ。おらへん。大学とか行ったらおるやろ。どうしたんかなと思って俺。いや、こういうことって自分ではよくわからないことだからさ。夏が過ぎちゃん、あなたの心は夏模様じゃん。な、夏に恋するってええな。ポカリスエットの CM でさ、あ、陽水？そう、ポカリスエットの CM でさ、とかカルピスの CM でさ、長澤まさみがなんか、あ、夜の診療所って言ってたっけ、夕方の診療所って言ってたっけ、なんかギューってしてみたいな言うたりするやん。とかポカリスエットでさ、なんかちょっと胸キュンな感じの男の子と女の子の出会いあるやろ。あ、 CM の中で。全くないな俺。全く今まで一切ない俺。そんなんしてみたいわ一回。ほんま、できることならしてみたいですね。友達と一回白浜に行ってさ、ちょっとどうせ学生の自分に白浜行ってないから、女の子に声かけようよ、言うて。何人ぐらい声かけたんかな、あれ、3人で行って、50何人ぐらい声かけたんちゃう。ゼロやからな。それ俺の夏の思い出やで。寂しいやろ。みんなも、いや、だって実際せえねんって。そんなポカリスエットな、キンキンに冷えたポカリスエット、そんなほっぺたやってた、うわ冷たいとか言うて、恋なんか始まらへんて。もう俺なんかほんま、あの時の夜どうしたのか思ったもん。ほんま、何杯飲んだかビールね。今は女湯の時間です。先ほど恋でしたやん。ええー、ですやん別に。それはほんでこれや、この地面に引いてるやつ見て、これあれやろ、藁をなんかこうぐる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 って巻いたみたいなやつやろこれ。みんなわかる？この画質的にこれ絶対そうやで。めっちゃカチカチなやつこれ。わら、ぐる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 巻いたみたいな、めっちゃガサガサなやつ。あれ絶対そうや。もう今確信しましたね私も。チクチク、そうチクチクするやつ。
あれなんか分からへんねんな。もう前も言うとは思うんですけどね、だから枕をガチガチにしてほしい言うて、あの自分枕っていう店ねあるんですよ、イオンに入ってたんですよ、自分枕っていう店に。自分の枕をガチガチにしてくれ言うて、もう民宿の枕みたいにガチガチにしてくれ言うて、2万5000円かかったからな。ねえ、2人とも机のところにいるなんて、うん、勉強が好きなの？僕は好きだけど。俺は嫌いだな。じゃあ学校の授業で何が好き？え、何？無視？素無視？いやもうイオンしかないねんで、ほんま奈良はイオンしかないねん、マジでマジで。好きなのは体育と、うん、あとは避難訓練かな。授業ちゃうやん。それ授業じゃないってば。ああごめん、ちょっとかぶっちゃった。なるほどね、避難訓練な。避難訓練してる時に、いやごめん俺は落ち着いてるでっていう素振り見せへんかった。絶対見せた。いや見せてるやつはおったで。俺ちなみに背の順で言ったらめちゃめちゃ前やったから、ワイワイはものすごく前にいたんで、もう絶対私は冷静ですっていう感じしてました。常にしてたでしょ皆さんも。おちょ、肩叩けへんの、おばちゃんは。今日の晩ご飯はお野菜たっぷり、うん、栄養満点のあら汁に、サバの竜田揚げと、うん、キヌサヤの卵とじでした。キヌサヤを卵でとじましたか、あなたは。え、今日もなんだか疲れちゃったな。マジだるいわ感出してあげた。わかるわ。ねえおばちゃん、肩叩きしてあげる。え、本当にいいの？じゃあちょっとだけお願いしようかな。手の低い人うるさい論あんの？いやぶっちゃけさ、ジャニーズ系ってさ、いや分からへんで、ごめん、男あるあるやと思うねんで、男あるあるやと思うんだけど、ジャニーズの話されたら、いやでもぶっちゃけキムタクって背低いらしいで、絶対言ったやろ、この名文句絶対言ったで。男は俺もう何回言うたか今まで。いや、うん、ジャニーズってぶっちゃけめっちゃ背低いらしいで、絶対言った。いやほんまにほんまに、いや分からへんけど、何の根拠か分からへんけど、俺言うて、顔かっこええやつは背低いんやでって言うて、俺面目保たへんかった。そう、弱点言うやつ、え、言わへんかった。いや背低いって初めて聞いた、ほんま。え、言わへんかった？おい、めっちゃ言ったけどな。いや、あれなんかヒールになんか入ってるらしい、15センチぐらいのやつ入ってるらしいでとか言って。え、嘘やん、ほんま？俺だけ？ほんま？シルベスター・スタローンのことを言ってた。お前待てすぎやろ。小学校、中学校でお前シルベスター・スタローンって、お前若干あの人左半分の顔面お前まひってんだよ、あの人笑えへんねやから、左半分がびっくりしたもん俺初めて見た時。あれからやっぱ俺はジャッキーが好きになったね。言うたやろ、言うたって言う人、おい言うたって言う人いるもん、やっぱ性格悪いって。いや言うって、砂糖水ってもいらんやな。あ、エグザイル系好きな人どうなんやろな。いやでもそんなんもう夏の神戸行ったらめちゃめちゃおるやん、エグザイルは。さ、もう神戸港行ってくださいやん、それは。いやもうほんま関西はもう神戸港ですよ。あと白浜ですよ。クラゲ出る前の白浜にはいっぱいいますよ。クラゲの代わりに弱エグザイルいっぱいいますよ、本当に。いやもうほんと逆三角形みたいな感じのね、ちょうど今世界水泳やってますけど、もうそんな感じのやついっぱいいますよ、ほんとに。エグザイルだらけですよ。ほんとに結婚式の披露宴とかってやっぱエグザイルしような、エグザイル系のやつだな。もうそうなんですよ、もう見るに大変もんね、私あれも見てて。作成した標本、あ、はいはい、キリギリス、キュウリでも小さな虫でも食べる食いしん坊、真夏の暑い中ギーチョンって泣くのを聞いたことあるかな。あ、ギーチョンわかるかな、みんなギーチョン。ちょっと私わからないですけどね。あ、やばい、夏休み。そう、まあなんかなんていうの、なんか飛び飛びな感じでですけどね、3連休の後1回働いて3連休みたいなね。キリギリスは戦えないでしょ。え、戦えへんよキリギリスは。なカマキリとか前出てきたけどね。大きな羽で悠々と街の中でも飛んでいく蝶の王様なんだけど、子供の頃はみかんが好物。ええやん別に、ええやん別に、それは大人でそうでもええやん。え、何、ちょっと、いや、今ちょっと俺がだからキムタクが背低いみたいなこと言うたで。今僕くんはそういう、それを言うたやで。僕は確かに夏の王様じゃない、蝶の王様でもないかもしれない、でもこいつは小さい頃みかんが好きなんだよって。そういうことやで、今のは流れ的に。はあ、言うね僕くん。じゃもうこいついらんやろ、もう出そうぜ、単純に出そうぜ。
机の周り整理するぐらいの感じで出そうぜ。もうこれも新しいやつ標本していきますんで。キベリタテハ、森や林に住んでいて静かにふわりと飛んでいく。花の蜜より樹液の方が好きなんだ。ああ、そうなんや。じゃあどっちかっていうとこう源氏と一緒やね、これね。そこじゃあ蝶像に置いていきましょうか。コッペパンですね。いやありがたいですね。いや本当にありがたいと思うわ。そのなんかゼルダの動画上げたらさ、ごまだれのとこだけコメントぶわー溢れるやん。あーありがたいなと思うもんな。思うわ。メス赤緑シジミ、沢の近くの林の中に住んでいる。世界中に100種類もの仲間がいるんだって。え、それは蝶のじゃなくてですか。え、この種じゃないですよね。それはちょっとあんまよくわからないですけど、まあ他のやつも追加していきましょう。落花生落花生かなそう聞こえた。立ち見 B には落花生って聞こえたらしいで面白いちょ。どこでも見かける白いやつ、キャベツが大好きで穴だらけにするよ。ああ、キャベツをっていうことですね。でも最近はね、農薬なんか使っても見栄えがいいやつばかり食べてますけれどもね。でもキャベツ食べててなんか中から緑の芋虫出てきたらさ、食わへんけどな。大緑シジミ、黒地に緑の粉をキラキラまぶした羽なんだ。はあ、朝はとっても早起きだよだそうですね。いやいいな、それはぜひ見習いたいところですね。皆さんこれじゃあ朝早起きなんですって。本当私全然起きられないんですよ、本当に。低血圧なんだ私は、ね、大概でも低血圧なんでって言うたら、あ、そうなんやと言ってもらえるんですけどね。川トンボ、山の中の川の上、ひらひら飛んでいる。橙色、茶色、無色、透明、いろんな色の羽を持つ。おお、橙色のやつもいるんだ。なるほどね。これもう俺この状況でトンボにすんの、これものすごく今羽を閉じてた気がしますけど、トンボじゃあこれ上にしときましょうか。結構埋まったな。でもあともう終わりかな。何時起き、いやもうほんま寝てろって言ったら一生寝てるで。マックス22時間ぐらい寝たことあるんちゃうかな、ほんまに。いやほんまに。姫ジャノメ、花よりもイチジクやカキが好きなんだ。カキ、明るい草地がお気に入りで都会にも散歩しに来るよ。お、花よりもイチジクやカキ、どうやって食うんやカキを。明るい草地がお気に入りで都会にも散歩しに来るよ。はあ、いやカキなんでしょうね、やっぱ海沿いだからですかね、カキってね。奈良にもあのカキ、あ、カキか、あ、カキか、カキやわ、ごめんみんな、カキやわ、カキじゃないわ。うわ、そういうとこであれ、何これ、引っ掛け問題これ。あ、引っ掛け問題やわ。モンシロチョウ、これちょ、モンシロチョウビッグにしときましょうか。違う、何これ。いや、そんな見ても。あ、そうか。夢を見すぎて疲れた？これしといていいんじゃん。もうこれこうして。これ、あれしようや。聞いといて、これ、落花生に聞こえるかどうか。え、できひんの？え、どうすんのじゃあこれ。え、ちょっと待って、こうした場合どうすんのじゃあこれ。これ？え？まさかここ？ここ無理やな。え？標本にしたらもう無理なん？嘘やん。こんなとこで俺縛られんの？マジか。まあしゃあないわな。あとこいつだけかな。裏銀シジミ、裏銀シジミ、くるりくるくる、旋回しながら空を飛び、時には地面で一休み。お次はどこへ行こうかなどこ目線で喋ってんねん。裏シジミ目線ですよね。あ、これでも結構埋まりましたね。上段3列がもうそろそろ埋まりそうかっていうところでね。落花生聞きたかったな。消しゴム、あ、消しゴムで消せるんや。ノコギリいいひん。あ、ここはもうこの子はええ、もうこの子はええやろ。いくよあ、ごめん、コッペパンやったわ。ごめん、コッペパンにしか聞こえへん。俺にはね。あ、おったノコギリ。なんでやろな。このお肉はまたちょっと次出してみたいね。他は全体見てみようか。
他はおらへんね。了解了解。あ、コノノコギリいらんな。コノノコギリいらんわ。なんかコッペパンやな。もうコッペ…おっかさん。アリーナではおっかさんということですね。やっぱりでも B では熱よくこあれですね、落花生って言うんですね。そうなんや。いや、おーな気がするな、俺母音が。おーな、だからお母さんはまあ近いかもしれんな。さあ、ではやっと4日目ですか。やっと4日目が終了しようというところですね。1時間11分かけてですね、4日目が終了しましたけどね。いやいや、大変だな、1日だね。あ、あー読み出せた。でも安子お姉ちゃんに村の中を探索してもらいましたみたいなこと書いてましたね。ホッケさんホッケさんはないやろ。あ、天理ラーメンね。天理ラーメンはまあ天理ラーメンはあんま食わへんな。天スタっていうね、天理スタミナラーメンって言うてね。奈良で結構だからね、おすすめって何ですかって言われるのないんですけど、あのやっぱ全国区に出回ってるかどうかわからない、まあ、天理スタミナラーメンは食ってた方がいいかもしれないですね。そうなんですよ、あと50分なんですよ。え、俺だって2時間やって2日しか進まへんのよ。俺さ、これソルトの動画で言うたらえらいことやで、マジで。ちょっと今、戸田エリナが出てるからテレビ見とくね。戸田エリナ知らんわ、まだ。戸田エリナってピンって来る人いる？どうでしょうね、もう最近ほんとテレビ見ないんでね。あのだからやっぱりもうニュースばっか見ちゃうんですね、ワイワイの場合は。ねえ、この家のすぐ横を流れてる川なんて名前なの？うん、川、うん、そんなのあったっけ。あった。お風呂場の横やあなたの仕事場の近くを流れているのは、うん、一体何？うん、川。あの川名前ないかも。ないの？かも。え、あの川のこと話すときに困らないの？名前つけよう。話さないもん。そうなんだ。しょうがねえな、ボクちゃん、うん、じゃあおめえに名付け親になる権利をやったら。難しいな。頑張って考えてみろよ。あら、素敵じゃない。でも、責任重大だから。そうやな、絶対滑れへんよな。変な名前つけんなよな。うわ、お前ほら、しげるったら。かまあげてくれや。いただきます。え、なにこれ、ほんで。いただきます。ごちそうさまですの時に言うの大変やって。ごちそうさまでした。なんて言うの。ごちそうさまでした。1日開けんの？嘘やん、ぼっくん1日寝かすん。大変やわそれは。うわー、それなんか、うわー、それ俺めっちゃきついわ。そんな、せやな、まだ相川翔とか言うてた方がいいわな、そこで。いやー、ぼっくんそれはないよとか言うてね、せって言われた方がまだ丸く収まんのに。うわー、大失態しよったこいつ。出川とかね、やばいよやばいよとかですね。いつ、いや、まあ、その時はそれで静まるじゃないですか。静まるのにな、大変なことした、僕も。これじゃないの、これ、これ、川なの。え、ごめん、俺、これ川なの。ちょっと、ちょっと、わからないですね。おい、ボクシャ、うん、もうここの港で泳いだかい。泳いだよ、一回泳いだ。ここにはボラがたくさんいるんだけど、当たりが弱いから、釣るなら脈釣りがいいんだぜ。泳ぎは？脈釣りってのは浮きも何にもつけない一番シンプルな方法さ。関係ない。餌は？全然関係ない。本当はエビが一番釣れるんだけど、人間様が食べるものをわざわざ使う必要はねえよ。あ、はい。ま、もう一回喋りかけた方がいい？全然泳ぎと関係なかったっ。釣りはな、はい、海っぺりに行って三角ボタンだ。あ、三角ボタン。丸ボタンだと海に飛び込んじまうから気をつけな。はい、三角ボタンの釣り方しましょうか。ここのこの黒いやつ、これこれ取っときたい、これ、これ取れへん、これ。あ、こっちか。あ、とだ。あ、違うわ、これ白い。あ、モンキー来た。これモンキーはいいですね。今回モンキーちょっと俺ずっと渋ろうかな。モンキー捨てんの渋っていい。あ、モンキーキングや。あ、これモンキーキングや。わあ、もっと来たいな、モンキーキングは。ほらほら、な、取れへんねんけど、ここのやつ、これ。あ、取った。カブトムシはだいぶ立つんちゃう。うわ、来た。赤星ゴマダラ。全く蝶の名前じゃなさそうやな。俺さ、昨日赤星ゴマダラ見つけて、言うて、蝶やほんまやついいひんやろ。
誰がつけてんの。赤星ごま皿だって。むちゃくちゃか。あれこんちゃ王冠があるって。違う違う、僕もすごいやん、幅跳び選手みたいに飛んだやん僕。で、じゃあこになんか王冠があるって言うて言ったから、混雑してて立ち見 B にしか入ってなかった。なんで混雑してんのに B に入れへんの。奥さんは行く。いいよ。ちょっと占い聞きましょうね。この恋模様を聞きたかったんやけどな、俺。右の昨日ね、夕日の、お、あ、おっちゃんだけか、名前か。夕方また来てみましょうか。あ、朝顔や、ほんまや、忘れた。これどうしよう。え、朝顔って別に時間制限はないやんな、さすがに。ちょ、占い聞いて場所によりけりで、ね、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか、うん、今日は5やろ。じゃあ今日は2ね。少な1、2 はい、少ないやん。じゃあこの中から好きな数字を選んで。2って言ってる時点でお前も最初のデフォのポジションですよね。だって1、2って言って違う。まあええわ、あ、もうこれ1番いくわ。お墓、誰かがお墓で探し物をしてるみたいだよ。せやん。どう、参考になったかな。あ、はい、そうですね。さてと、はい、光のおすすめもう一回聞く。聞きます。じゃあ、はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。はい、じゃあ4番。夕方の公園。たまには夕方の公園にも行ってみたらどうかしら。毎日行ってるな。どう、参考になったかな。うん、じゃあ8番聞こう。8番、昼の診療所。あ、じゃあ今診療所行ってもいいんじゃない。あ、これまたあれね、穂崎さんね、はいはい。で5番はこれ、まあ回っていこう。とにかくあっち行く、墓行き、民宿2階の1号室サイモンか。了解です。じゃあ墓行きましょう。朝顔に水やって墓行きましょうか。じゃあ取れていきましょう、取れていきましょう。そうやね、イベント逃したらあかんもんね。いや、まさか遺骨をってことはないでしょ。あの、でも埋蔵金とかっていう話あるけど、ほんまなんかな。家康の埋蔵金当てたとするやん、仮に当てたとしてさ、なんかあのちょっとよくわからへん、なんかダンゴムシみたいな、ほんまあの金色の塊出てきたとするやん。あれどうやって監禁すんの逆に。あ、朝顔、おばあちゃんおるぞ。お、それがわからへん、まず。こっちも水あげときましょうか。よし。七夜。七夜ってよく言うけどさ、行ったことないよな。え、あるみんな七夜。お、行ったことないんだけど、七夜に。え、ブランド物とか売るときは七夜に行った方がいいのかな。そこらへんもあんま分かってないよな。あー、夏は確かに動かんから困るな。わかるわ。もうあの暑いんやな、しかな、クーラーかけるんよな。時によっては23度にするもんな。実家が七やな。やばいな、実家が七や、やばいな。なんでも鑑定団やん。あ、これ今ゴブゴブ真ん中ちょっと伸びてる気するけどね。あ、寝る人は休み、お願いします。皆さんありがとうございました、ここまで見ていただいてね。正義の味方、あ、クーラーついてるよ。暑いけどね。もう喋ってたらやっぱ暑いんやな。もうあと40分か。あ、ちょ、おばちゃん話聞こうぜ。どうしたん？あれ？うん。今日じゃないとすると、明日だっけ？何が？え？何の話？若い女の人から予約の電話があったの。一人旅でここの民宿に泊まりに来るんですって。おー。これは皆さん狙い目ですよ。ねえ。楽しみだ。多分、明日だと思うけど。まあいいや。来てから考えよう。民宿か、どうでしょうね。いやでもさ、ぶっちゃけね、まあ男3人とか2人でね、旅に行ってね、女の子に声かけよう言うてもね、まあうまいこといかへんし、あんま声かけられへんねんな、実際な。女の子も女の子で遊びに来てるからな。僕の年齢的にはもう全然無理ですけど。あ、違う、こっちじゃない、こっちか。ねえ、ほんとなるさんぐらいですよ。なるさん、ああ見えてめっちゃ日本かたぎやからな。あ、日本語で昔かたぎか。お、中西さん、ほんまに昔かたぎやからな。かなり律儀な男やからな。お、新しいやつおる。これヨウくんちゃう？ねえ君、この辺でロケット見なかった？あ、いい声してる。お兄ちゃんって、ねえ君、もしかしたらロケット作ってる人？あれ、なんで知ってるんだろう。だってお兄ちゃん有名人だよ。有名人。そうなの、うん、
でも肝心のロケットはまだ全然ダメなんだけどね。当面の目標はとりあえずまっすぐに飛ぶロケットなんだ。フルーツポンチぐらい僕のは固体燃料のロケットなんだけど、とにかくなんだか難しくて、そうなんだ。でもこの前試しに学校の計算機で推力計算をしてみたら、僕のロケットでも宇宙の高さまで上がる可能性があるんだよ。捕まるわお前。まあ実際には届くわけないんだけどさ。すごいね。僕の名前はヨウって言うんだ。上はなんだよな。よろしくね。上はよろしく。ほな何こいつ挨拶するときヨウって言うの？ヨウヨウって言うの？大変お前名前。あ、僕の名前、普通はヒロシって読むんだろうけど、うちの父ちゃん筋金入りの変わり者だから。え、どういうこと？それヨウでいいってことなんですよね。これなんか探してんのこいつ。こことかにあったりせえへん？実はめっちゃ見当違い探してるみたいな彼が。ん？登ったぞ。ん？なんて？なんて？おい見てへんかった。なんて？ウリダッシュエジプト風高級墓石。エジプト風？良い子の声浜口出てるよ。良い子の浜口出てるよ。何にやねん。明治24年フグにあたって大食い大会で、っていう家系もあるってことね。ここなんかありそうやな。これなんかありそうな気するね。いや絶対なんかあるでしょ、こんなにジグザグ進ますのは。後になんかこう秘密の通路みたいなねことがある気するんですけど。今日ドラえもん、ドラえもん見てないよ。ドラえもんなんか俺は女の人変わってから見てへんわ。そもそも一回も見たことない。え、みんな変わったんやっけ。あれのび太くんとかも変わってんねやろ。もうもう俺からしたらもうあれもうドラえもんじゃないもんな。あこまで来たら。なんかあとジョジョの奇妙な冒険映画でやんねやろ。やったんもうあれ。あれは違うよな。もうジョジョは映画化したらあかんな。俺はジョジョだけはと思ったな。僕一番ね。言ってみて。一丁も沈もうでバリバリにもんでやっか。張り合わんでええから。何って言われたら分からへんけど、じゃあ他に何って言われたら分からへんけど、ジョジョだけはって思うな。もうジョジョはあのなんかもうわけ分からへん色合いとさ、よく分からへん世界観がもうええわけやん。だってもう実機言うたら絶対あれするで、あのエヴァンゲリオン実写するで。もうどうなんねやろな、誰がやんねやろな、シンジ君とか。もうそこらへんが気になるわ。逆に毎回同じ人出てんねやろ。ワンピースも実写化すんの？え、USJ で実写化されてへんかった？されてたやんな。まず俺が相手ね。俺あれでさえ見る気損なったもんな。 USJ のワンピースとかいうやつ。いけ絶対伸びひんやん。あれルフィのちなみにゴムの力を科学的に測ったところ、ルフィのゴムの力でもし仮にやで相手があんなに吹き飛ぶ感じでガトリングとかしたら自分の体が吹っ飛ぶらしいで。自分の体がガトリングらしいで。大変やろ。それでもルフィは全く地に足をつけて飛ぶことなく打ってんねやから、すごいやろ。よし行け。あのすごい無理やって実写は。めっちゃ押されるやん。よし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 、いじめやんもうこんなん。よし行け。なんかしてやん。お悔しい。何それ。どうやらノコの天敵は行くとませていかへんみたいな。何今の僕の番か。え、なんなん今そんなんできんねんて。お前無敵やんマジで。マジで言うてんの強いよこいつ。え、粘りに粘った。めっちゃ強いんちゃうと思うねんけど。え、あ、どっか行った。わあ、どっか行った。強くなりたいよ。何それ。うわマジこいつ。じゃ次は俺の番ね。テクニックや、テクニックで勝負するやつやこいつ。マジか。舞の海や、相撲界でいう舞の海やこいつ。ほー、よし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 。あ、やっぱだってあー悔しい。こんなクワガタ見たことある？みんなクワガタとクマガタが。どうやらノコの天敵はお肉わらしいぜ。あ、そうなの。次僕の番かって言うてノコ出してくる。お前なんやねん一体。バカか。おかしいやろお前、今話聞いてたやろお前。頑張れ。え、お押す押す、お押す押す、お、いやいや普通に押すのやめろって。おいおい、話が違いますやんて。
むちゃくちゃやんほんま。もう言うこともむちゃくちゃ、結果もむちゃくちゃやん。もうもうしゃあないね。もうこれものおぎりも動かしちゃいましたから、うん、まあしゃあないね。そうなったらね、和田のサイゼリアデパートな、和田のデパートな。カブトムシ来おへんな。もうええわ、今日はこれぐらいしてたら。よっしゃ帰ろう。今日は昼の診療所って言われたんですけど、じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ、うん、僕くんまたね。砂糖水塗ってるからちょっと 見に行こうぜ。セミとかも出るんかな。セミなんか俺もモテへんわ、うるさすぎて。もうその気色悪いとかじゃなくて、うるさすぎて近寄ろうと思えへん。あれ、お、やったもうええって、もう砂糖水なくても自分いるやん。あ、スイカ食べたらね。砂糖水塗ろうっと。スイカ食うてへんな、全然スイカ食うてへん。なんでセミって穴うるさいんやな。もうほんまウィーン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 って、あ、何に対して何を訴えてんやな。いつも思うわ、なんでそこまでそんな大きい声出すかなと思うよな。でもよくあんな音が鳴るねとも思うけどな。逆にこれはこれ見れへんの。あ、これは見れる気ちゃうのこれ。あ、違うんや。こっちはこっち見れるんじゃん。これあ、これも見れへんの。あ、これも違うんや俺も同じ。うせやん、俺はそらほらみんなあれやん、すごいあれやん、いいデシベルで出すやん、いい、なんていうの、音程で出すやん、ワイワイは。え、言うとくけどあれやで、あ、そう、ワイワイは音程外してへんから。お、皆さんも絶対知らないと思うんですけど、前々から私言ってる小野洋子さんっていう方がいらっしゃいましてね、まあ、ジョン・レノンさんの、まあ、元妻ということで、まあ、もう亡くなったんでね、その方が非常に歌が下手くそなんですよ。もうこれはもう素人目で見ても下手くそなんですよ。あれ、それを見てて、ただ歌関係者がですよ、歌関係者が小野洋子さん歌下手くそだったらどうしても言えないじゃないですか、音楽関係者がね、あんなに偉い人は。ということで言ったのが、あんなに歌は下手くそでも音程を外してないって言ったんです。だから私も同じことなんですよ。あんなには私は確かにガラガラかもしれない、でも音程を外してないんですよ。そう思って聞いていただければやっぱりね、皆さんにもやっぱ心通じるとこあるんじゃないかなって私は思うんですけどね。ちょっと一回こう診療所行くよ。ほんまにすごいんやから。あーって言うんやで、歌ってる途中にやで。今俺言い過ぎやと思ったやろ、みんな。言い過ぎじゃないからな。あーって言うねんで、ね、歌っててやで。そんなことないやろ、何の歌でもない。当診療所には壊れやすいものもある、うん、あんまり元気に走り回るんじゃないよ。うん、分かってる。分かってるって分かってへんから言われてんやろお前ちゃうんか。うん、年を取るとどうも肩が凝っていかんな。おい、じゃあ肩叩きしますか。ねえおじいちゃん、肩叩きしてあげようか。悪てええんか悪とあかんのか分からへんかったもん、最初見た時びっくりすんで。2回ぐらいしか見たことないね。そのアメリカでやった時と、あのフェスかなんかで、海外のフェスかなんかで歌った時と、その2つしか見たことないんですけど、もうあの誰が何をどう擁護しようと下手くそは下手くそですよね。もうそれがすごいね。いや、セミ買ったことはないな。何買ったことあるやろな俺。でも俺ザリガニ買ったことはあったな。カメも買ったことないな。飼いたいなと思ったけどね、カメ。何食うんか分からへんねんな。エイトビートって。ふう、どうもありがとう。あ、10円ねこれ。はいはい、ありがとうございます。あ、カエルな。カエルかわいいよな。めちゃめちゃでかいカエルしてる。ほんま手のひらぐらいの。あ、はい、うん、そうだね、うん、全身が溶けてバターになっちゃうよ。どういうことやの面白い子溶けてへんバターもあるやろ。でもいくら熱くても水をガブ飲みしちゃダメですよ、うん、体によくありません。そうなんだ。ガブガブミルクコーヒーに怒られるでほんま。そういえばここの水って僕ん家で飲むよりずっと美味しいね。あ、そう。あるよね。でもガブ飲みなんとかね、まあ、言うちゃ悪いけど、まあ、ネットやから言えるやん。ガブ飲みなんとかはあんまり美味しくないな。まあ、安いからということで、私よー昔凍ったんですよ。ほんまによー凍った。何かってあったら、ガブ飲みミルクコーヒー、メロンソーダ、めっちゃ凍った。まあ、あんまりなんかこうね、叱
聞かへんな。あ、最近妙に覚えてないですね。虎が3匹回ってバターになる。何言うてんの大丈夫か。虎が3匹回ってバターになる、どういうことや。どないしたいねん。いや、怒られへん怒られへん。その影響力がないから。私がもうそれはね、すごい影響力がある人ならもうそれは怒られますけど、逆にそれぐらいになったら俺 CM とか来るんちゃう。俺に一番 CM が来そうなもんってなんやろな。やっぱりあれかな、クロレッツとかかな。どんだけ喋っても息長持ちしてる。そうなるかな、やっぱ。で、そういうとこ関連させてくるかな。どうなんでしょうね。あ、まあ、まあ、できればやっぱトヨタとかの CM 出たいね。ぶっちゃけた話、やっぱ個人的にはやっぱ出たいでしょ、トヨタの CM。 まあトヨタ、まあ別にトヨタ好きじゃないですけど、そういう方したらあかんだけど、あの車の CM とかね、出たいですよね。カビキラパイプユニッシュちゃん。それぐらいって俺も言う。あ、俺歌いいかも、歌いいかも、したい、ちょっと歌したい。パイプユニットしたい。お、でもちょちょいのジョイヤでは俺悪いけど、ジョイ君よりもうまく言えると思う。ちょちょいのジョイヤでって言って、誰よりも俺上手いと思うけどな。あれは自信あるけどね。こうへんね、なんでこうへんのかなと思うけどね。ぶっちゃけた話だよね。先っところ消臭力、あ、消臭力は無理やな。消臭力はごめん、もうおるやん、定番がおるやん。消臭力にザ消臭力がおるやん。あ、カニ道楽な。いいいいさ、兄弟連れてくるやついい。なんやろな、でも CM 出てみたいな。だってさ、聞いた話によればさ、 CM 出たら何百万何千万とか言うやんか。あんな一回やで。最近見た、あの大谷翔平なんかの CM で最後に何々って言うだけやで。わずか1秒や、わずか1秒、大谷翔平が何々、あの松井いるやろ、ゴジラ松井、ゴジラ松井が何やったかな、バイク王かな、最後の最後たった1秒バイク王言うだけやで。それであんだけの見れたら、もしかしたらやで、数百万数千万、すごない。俺もそれしたいわ。言うんやけどな、ちょちょいのジョイやでって言って言わしてくれへんかな。言わしてくれへんね。あ、タマホームの CM はあれやったね。確かにすごいあれやったね。今俺あんだけ力説したんやけど、ね、全くコメントが流れへんかったな。もう俺ごめん、今なんか回線が不調なんかっていうぐらいコメントが流れへんかったな。ちょっと今ごめんなさい、びっくりしましたね。今日混んでるね。あ、今日混んでますか。混んでるって言っても別にそんな大して混んでないんですけどね。で、他の人は、いや、もういいよ。俺、じゃあ、俺、テレビの CM に出れんやったら、もうめっちゃちっちゃいやん。小指ですよね、あなたの。これ、俺、ちょっと逆にこれ、俺も、守りたいよ。アディーレ、あったわ、コメントで。アディーレ法律事務所に出てますよね。これ、ツイッターで前からよう言われてるわ、俺。なんか、おんだよな、ワイワイさんって言ってな。アディーレ法律事務所って。なんか、数年前に、めちゃめちゃちっちゃいやん。小さい記録を上回ってこんでいいんやけどな。いや、あるらしいんですよ。めっちゃ言われるんですよ、ツイッターで。なんか200万かな、おばあちゃんかなんかのグラフィックで200万ぐらい借りたいって。で、返すって言って、それ聞いてみたら過払いやったっていう話なんですけどね。あれ、なんないですよね、山田陽子さんとかね、多分そんな感じだと思うんですよね。めっちゃちっちゃいな、あかんな、こいつしか釣れへんな、こいつの乱獲やな。あ、アフラックとかいいかも。あ、つまり淡水釣りの仕掛けっていうことがあるのであればですね。これもしかするとひょっとしますよね。朝顔水やった俺、今日水やってないんじゃない。ここ見た俺、これあれ、お、やった。ほんまにマジオリンピックシーズンの銀メダリストぐらい出てくるよな、これ。もうどこつけても出てくるやろ、絶対。ほんで松岡修造出てくるよな、根強い人気やな。いや、俺ぶっちゃけ松岡修造とかはもうネットでやと思うんですよね。バイバイさん、米拾いの王子様ですね。ほんま
俺米拾う方なんこれ。え、みんなってワイワイの放送以外見んの？え、それちょっと必死で見てほしいわ逆に。俺どうなんやろ、ほんまにうるさいよ俺。もっとうるさい人いるんちゃう実は。え、実はめっちゃうるさい人いるんちゃうと思うねんけど。どう見るやろ。いや見るやろ。いや見るっていう人いいね。 A とかにも見るってたまに見るとか言う人いる。あ、米拾わへん人ほんまそんな多いの。え、なんでやってんのじゃん。ごめん、誰かやったらごめんやねんけど、あ、一部始終うるさい。ワイワイも見てへんわ、おかしいね。見てるじゃないか、今お前は。たまにデトルトさん見てるな。はいはいはい、こんちゃーすやろ。あれ、夜やったらどうすんの。こんばんはーすやったな。やった、おー、いいやん。よく切ってくれた、よく遮ってくれた、僕。危ない危ない、ほんまによくお前は実況者の名前出すなって。危ないんだから最近。来場者7人とか、逆にわかるわかるわかる。来場者7人とか見たいよな。でも、コメント打ったらもう逃れられへんよな。それもわかるやろ。いや、逆にちゃう、めっちゃ来場者数が少ないとこに放送行くやん。コメントするやん。俺しかしてへんやん。ほら、もう俺コメントせな。喋りかけてくるやん。あれがあれでまたなんかな。ねえ、今日もザリガニ取り？うん。釣りのいい餌になるんだ。え、いやね、おい、バカ。それ秘密だってば。あれ、そうだっけ？いや、わかるやろ。ねえ、ここで取れるのってアメリカザリガニだけなの？お前日本とかいいひんの？日本のザリガニはいないのかな？そうよ、いいひんの。うん、マッカチンばっかりだよ。マッカチンアメリカザリガニさ。アメリカザリガニって嫌ないかもな。柔らかいやつがいるんだけど、それも脱皮してすぐのアメリカザリガニなんだって。おうマッカチンって言うの聞いたことないよ。コメント同士で話すと切れる生主。あ、いるかも。いるかもしれへんね。よお兄ちゃんに教えてもらったんだけど、アメリカザリガニが来たから日本のザリガニが少なくなったんじゃなくて、日本のザリガニはもともと秋田より北側にしかいないんだって。へえ、めっちゃなるほどなこと言うやん。え、じゃあ何、お奈良とかにおるやつはもともとはもうおらへんかったの？おお、ちょっともう行くとこなくなったな。虫、まあ砂糖水塗っとくってやんな。砂糖水塗っとくか。いやでもそうやな、なんかかま、なんかその切れるっていうかさ、なんて言うたらいいんやろ、なんか真剣に話し出されると俺ちょっと無理やな。ワイワイってどっちかって言ったらほんまもうなんかこうな、笑かそうとしかせえへんやんか。そのもうほんまガチで相談してる放送とか俺見えへんな、あんまり。全然俺そうちょけてるから、ワイワイちょけてる方やん。あー、俺怒らへんな。俺でも怒らへんけど、友達がバカにされたりしたら怒るな。特に仲が良くなくてもなんか自分の友達がバカにされたりする瞬間は怒るな。それぐらいちゃう。最近怒ったことないな。まあでもゆっくりしたテンションで喋りたいけども分かると思う俺。喋ってる側としてはね、分かるわ。だって俺ニコ生で放送見てたから将棋ぐらいしかなかったもんな昔ほんまに。お？あ、ここも見れんの？これは？ここは？何もらへんのこれ？ここら辺の虫取ろうか。スカイプしてる放送な。え、今でも喧嘩突ってあんの？お、昔喧嘩突しようかな言うて俺もうやめとけやめとけってものすごいコメントでやめとけやめとけ言われたんやろ。あれ、喧嘩突大変やな。あ、寝る方もお休みなさい。ありがとうございました、ここまで見ていただいて。いや、言っちゃえ。逆に喧嘩突してめっちゃ謝ろう思って。いや、その、なんていうの、喧嘩突、喧嘩打ってくるやん。あ、もうほんまに申し訳ないって言って、謝ろうかなと思ったんですよ。逆に。そしたらもう、いや、やめといた方がいい、やめといた方がいいって言って。もう今あんまないんかな。あ、なんかあったな。春の屍祭りって書いてな。あったあった、なんかそういうの。お、でかん釣れた。ニジマスや。いやー、ニジマスいいわ。面白そうやろ。炎上？炎上すんの？そんなんで炎上すんの？何したら炎上すんのやろな。最近炎上した人ってなんなんやろな。炎上って言われても分からへんねんな。ぶっちゃけで、やっぱさ、ある程度さ、結論ある程度あれやん。有名な人がしか炎上せえへんやん。そんなやっぱそんな俺みたいなのが何言うたって炎上せえへんねん。あ、今日は一応11時までということで残り20分なんですけれども、まあ今日はきっちりね、2時間で終わろうと思いますけどね。
このハゲ俺か俺か。でも確かにね、最近髪型がね全く固まらなくてね、ほんまに昭和のサラリーマンみたいになってるんですよ。ほんまに28分けみたいな、七三じゃなくて、これはまずいなって思ってきて、ましてやほんで太って腹出てきてるから。いやワイワイはでも切れても別に何もせえへんで。いやだから前も言うたけど、これ昔ね中学校入った時に担任の先生が数学の先生やったんですよ。全く怒らへん先生、もう見た目もどう考えても優しい先生やって、その先生が俺らが入った時にはやんちゃくれやばっかりやったんですよ。やんちゃくれやばっかりのその学校入った時にね、先生が一言、まあちょっと挨拶代わりでしょうね、怒らへん先生っているでしょって、見た目優しい先生っているでしょって、そういう先生の方が怒ったら怖いんだよって言うたんですよ、その担任の先生がね。その先生がほんでね、明くる日怒った時あったんですよ。なんか知らんけど、なんかあれふざけたんかな。全然怖なかった、全く怖なかった。だから俺見て、あ、やっぱり嘘なんだって、俺はもうそう思いましたね。いやもう全く怖くなかった、もうほんまに。なんや、何で怒ってたんかな、あれ。なんかそこら辺走り回ってたんかな、誰かが走り回ってて、それはなんか数学で例えられたんやな。お前はなんか立ち算ばっかりしすぎやみたいな、たまには引き算もしろみたいな、よく分からへんこと言われたんやな俺。あれで俺ちょっと、ああもうええわ思った。ちょ、これ見られへん、これ。オッケー、ナイス。ジェットサイダーの王冠、恐竜シリーズ、イグアノドンを手に入れた。オッケー、アップな。今俺生き死にかけてたよな。よし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 。全然ワイワイなんかほんまもうヤンキーってもう全然ワイワイなんかほんまにもうすごい優等生やね。小学校の頃オールウェイ取ってたんやね、ワイワイ。ほんまにすごい、ワイワイ怒ったらもうふざけるなよぐらいやん。ワイワイなんか怒ったらもうすごかったんやから。俺の同級生の女の子なんかちょっと友達がパンツの中なんかスカートめくりかなんかして、スカート、あ、流行ってたわけじゃないけど、だからやるやん、ちっちゃい頃スカートめくりして、スカートめくりしてバーってパンツ見られたって言って、ほなその女の子何したと思う？そいつ思いっきりバーン腫れ倒して、上から思いっきり顔を蹴りつけてやで、おい見ろよこら見ろよこらって言ってるんで、俺もそれ見た瞬間に小学校の自分でやで。いやだからそれ上から自分が蹴りつけたらそらさパンツ見えるやん、見ろよこら見ろよこら、ほんだ見てみろよこらとか言って蹴りつけて、俺はあれ、あもう無理やわと思ったもん。俺はあここ無理やと思った、小学校の頃、小6かなあれ。すごかったんやから。もう俺なんかもう全然ほんまに。スズメやん、俺なんか。鳥で言うたらスズメやん。もう可能じゃないよ。え、でも俺、確かにぶっちゃけ、高校生の時かな、付き合ってて、あそうなんやって。俺もちょっと強かったりするやん。全くそんな喧嘩とか強くないのにさ、いや俺喧嘩したら強いで、みたいな。言うやん。ちょっと、さ、まあ男やから、俺も。さ、なんかちょっと強がりやん。あそうなんや。うちレディースやってんけどって言われて、俺めちゃめちゃ引いたからさ。いや知らんかって、そんなん全く知らんかって俺。いやでも俺まあそれは俺も喧嘩したら強いよって言ってんけど、ほんならそうやって、ああそうなんやって言って、俺それまでになんかよくわからへん、なんかやったこともない喧嘩立つだみたいなしててんや、俺が右フックかましたらよとか言うて、言ってんって強がってさ、男や、俺も男やん。ほんだらもう完全にお前もう暴走族、女のびっくりしたわ俺。次やり方変わるわ。いやほんまやって、嘘じゃないからね俺も。そうやん、ほんま塾で知り合うたんや、それ塾ってほんでお前。まあすごいあれですけどね、まあその時にはもう落ち着いた方ですけども、ね、まあそんなこともありましたもんね。私は奈良が怖いっていうか、もうほんまにだからアホバが集まるとか、アホバが集まるね、ルイは友を呼ぶって言いますから、大変でしたよ、本当にね。奈良行けなくなった。あ、でも奈良はね、いや奈良のヤンキーって分からへんけど、別に奈良を卑下するわけでもないし、でもそんなね、ほんまにヤンキーみたいな、湘南とかもっとやばいんちゃう？で、俺の湘南のイメージとかやばいね。もう海が見える高速道路をバイクでもうとにかく行っては戻って、行っては戻ってしてるイメージだけど、俺は。奈良なんかそんなんないもん。奈良って、あそこら辺にしか、まあそこら辺にしかおるわけじゃないな。特に奈良は奈良市内やな。奈良市内の奈良公園っていうところで鹿を保護してるんですよ。その鹿を保護してるところでは餌をあげてるんで、繁殖した鹿がまあそこら中にいますけど、確かにだから家の庭に入ってきたってことありますけど、まあそんなにいない。
大阪大学の奈良出身の友達どこのやつ。あ、ほんまおらへん。その名も日焼けサロン通いのキョロガリバカ日焼けサロンな。わかるわ、日焼けサロンな。行ってみたくなんだよな、日焼けサロンな。一回男ならな。アスカ村、あ、アスカ村も行ったことあるな。シギさんのどか村っていうのがありますよね。あ、寝る方おやすみなさい。奈良にはシギさんのどか村っていうところがあるんですよ。まあ、例えば椎茸が枯れる、魚が釣れる、で、まあ、まあ農場体験みたいなのもできる言うてね、いつかな、何年前かな、行ったんですよね。私が本当にまあこれ夏も本当にね、夏やったと思うんですけどね、すごいなんていうの、もう皆さんのもう長期休暇シーズン真っ只中、私もじゃあ行ってみようかっていうので、ね、行ってみたんですよね。お客様が私たちしかいい日んかったからね、2人しかいい日んかった。ほんで入ってきた、客入ってきた思ったら、もう小学校の遠足なんかな、あれ分からへんけど、俺飯食いてたよね。もう小学生が来てや、ものすごい大変やった、ものすごい恥ずかしかった。俺自分でホットドッグとか食うのあれはなかったな。のどかでしょ、そんなとこなんですよ奈良って。それでも生きていけるんですよ奈良を。奈良の鹿トキントキンのトキントキンの角ってなんや。ごめん、トキントキンの角が分からへん、俺には。そんな、あれか、トニートニーチョッパーみたいなことか。トニートニーチョッパーみたいな角おるよ。でも、なんていうやろ、鹿の角切りいうのがありますよね。奈良でよと、ああ、思わへん思わへん、全然思わへん。奈良はもうほんまええとこよ。特にミュウっておるんですよ。まあ、実家で飼うてる猫なんですけど、そいつがまあ17歳になりおるんですよね。その猫が、まあ、死ぬまでは、死んだ時にこう、なんていうの、まあ、お葬式とかしてあげたいやんか。それまではもう奈良は出ません、言うてね。結構は、いや、こういう活動してるとね、東京住まないんですかってよく言われるんで、いや、すみません、言うてね。いや、すみませんって、それはすみませんじゃないよ。今ちょっと事故ったな、俺。すまないっていう意味と、ごめんなさい、みたいなかけたわけじゃないですけど、いや、それはちょっとすまないですね、って言うて。奈良はそのミュウが、亡くなるまではちょっと奈良から出られないですね、言うて言ったことはありましたね。謝ってってほんまに俺でもね、もうこれアパレルの仕事とかしてるやんか、休み分からへんやんか、もう全然だからあれや、もうね、よくな連絡せえへん、ね、なんかあれ誰だったっけ、外人の家行けみたいな、部屋行けみたいなこと言われへんかった。時間過ぎのめっちゃ遅ない、めっちゃ遅ない、よくよく考えてみたら俺かなり動いてんで、こんな時間配分やったっけ。あ、なんか変わってる、あいつの位置。あ、そう、サイモン、え、ここ行けへんの。あ、違うか、あれ見たやつやな。サイモンの部屋行ってみましょうか。バイバイ、東京のイメージない。そうやな、東京な、サイモンちゃうわ、東京何がええんかな思うね。奈良は逆にもう、そう、ほんまにのどかやん、さっきの話じゃないですけど。大阪はにぎやかやん、にぎやかっていうのはその人柄的ににぎやかやん。もうだって喋りかけてないのに喋りかけてくんねんで。あ、広島もええかもしれんな、わし何々じゃけんのやろ。広島行ってみたいな、マスターしてみたいね一回。だって広島の保育園の子はわし何々じゃけんのって言うらしいね。保育園の子がやで、おもろない、見てみたいんやけど。東京行ったらほんでね、毎度のごとく年輪屋のバームクーヘンを買うてこい言うて親が言うんですよ。なんでか分からへんねんけど、あれが一番めんどくさいんですよね、私の場合はね。癖が強いな。いやでも広島は飯うまいやん、兵庫県も飯うまいやん、兵庫県飯うまいんですよ皆さん。とろろそばってあるでしょ、とろろそばって食わへんみんな。あれのね、何やったっけ、伊豆市そばやっけっていうのがあるんですよ兵庫県に。とろろそばが言うたらデフォみたいな、そういう店が多いんですよ兵庫県のある地方では。めちゃめちゃうまいから一回食うてみ、行って食うてみ。あと俺一回人生で一回やりたいなと思うのはわんこそばやりたない。食うた思ったら入れられるやつ、あれやってみたいよね、チャレンジしてみたいよね。あ、福岡って屋台よね、とろろ昆布。あ、公園、夕方の公園やった。あ、拾った100円を返すやって、返そっかな、ごめん、ちょ返すわ俺。ねえおばちゃん、うん、ん、
何の用かな。僕この海の家の下で100円拾ったんだけど。え、どれどれ。はい。あらやだ、この床下に落ちてたんだ。そうよ。へえ。でも詐欺師は犯人じゃなくてよかったな。へえじゃないやん。ありがとう、うん、ボク君お手柄だね。ちょうだいや。うわマジこいつこそぎ取りよる。こんなか弱い小さな男の子からこそぎ取りよるんやけど。マジか。いや今回タコですよ。タコタケノコですって。絶対そう、タコタケノコ。これ何か分からへんけどキノコやろ。マイタケちゃう、マイタケちゃうか。絶対ここ出てくる。もうこれかけるわ。下になんか魚あった気もするけどな今。ボク君、うん、今日の晩ご飯は何だと思う。アサリのスパゲッティ、イワシのハンバーグ、スタッフドピーマンスタッフドピーマンって何。俺それが分からへん、ごめんやけど。ほう、いやタコ出てこへんね。タコが入ってるやつって何。アサリのスパゲッティになる。スタッフドピーマンって何。スタッフドピーマン、スタッフドピーマン、分からへん。スパゲティかな、肉詰め的な。あーピーマンの肉詰めのこと言ってんのこれ。ほー、え、なんて言った俺。タコと何やった。タコ、え、でも下もだって魚やったやろ。でもイワシじゃなかったん、ごめんやけど。イワシっぽくなかった、なんかフグとかなんか船みたいな感じやったん。タケノ、あ、そう、タケノコや。タケノコ、え、ピーマンあった。ドピーマン、スタッフドピーマン、いや分かりにくい、やら、やぎおれ系やらにくいわ。ピーマンかな、あれはサザエ。あ、下のやつはサザエなんだ。え、イワシのハンバーグはごめんないやんか。アサリってありました。あのなんか、ま、何枚かパッ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 と置いてあったやつが俺アサリなんかなと思ってん。ワイワイがマイタケ言うたやつあったやん。あれがもしかしたらアサリかもしれん。マイタケにしちゃでかい。かといってシメジとかやったとしてもあんな風にはならへんし。うん、シイタケでもあんな風にならへんやろ。ってことはあれがアサリやねやな。うん、アサリにしちゃでかいかな。賭けで出てみていい。ごめん、俺ピーマン見てへんから。アサリにするわ。これでもし外れたらもうスタッフのピーマンですよね。じゃあ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。もう一回確認してみよう、確認してみよう。アサリやと思うね。真ん中、中段見て、中段。これ。ピーマンある？ノンピーマンやな。よし、ノンピーマンやな。え、これピーマンか？違うよな。これアサリやと思うねんな。で、パスタあるかってのないけど。いや、あ！これやわ。俺、ここばっか見てた。これちゃうか？マジか。アサリでかすぎる？いや、アサリでかすぎる。いや、アサリやと思わへん、これ。なんかこういうキノコあるやん、でも。木にこう出てるやつあるやん。伏せやん、俺一番最初に切ったで、イワシは。いや、これイワシちゃうって、これは。メジナ、メジナ、これは。メジナーつは。いや、もう正直なところな。みんな、飯食い見てな。カレーの縁側だの。なんか言うやん。なんか、ひらめだの。なんか、寿司やったら通貨頼むやつみたいなあるやん。あら、もう味変わらへん、もうほとんど。味変わらへんやん。もう俺いつも思うもん。あんねん、ワイワイがよく行くお寿司屋さんにね、高いとこじゃないですけど、なんか今日の取れたて天然魚みたいなのって全部白魚なんですよ。白い肌が白い魚なんですよ。ちょっと公園行きますよ。それで全部白い魚の中でパッていっぱいいろいろあんねん。何なんで一緒やん、もう醤油の味しかせんやんと思うんですよね、ワイワイの前はね。とか言っちゃっていいですよね。まあ公園だけ行って、まあ延長する。あ、飯だぜ。短いよな挨拶が。飯だぜ。今日はね、母ちゃんとっても嬉しいんだ。うどうしたの？なんでなんで。たけし疑ったりして、ごめんね。これなんやねん。ボク君がここの真下で100円玉拾ったんだって。拾ったよ、拾ったよ。母ちゃんに届けてくれたの。え、そうなんだ。へえ。よく猫ばばしなかったな。どうやろ？うん、まあね。
でもたけし、おめえが盗んだんじゃなかったんだな。さすがうちの子供、悪いことだけはしねえや。ほんと安心したわ。いや実はさ、春に遠足のバス代が学校の計算違いで少し戻ってきたんだけど、俺それを猫ばわしちゃってるんだ。くそ、お前やっぱり悪いことしてたのか。まあまあ、こうやって白状したんだし。早すぎ。実はね、母ちゃんそれ知ってたんだ。知ってんのかよ。なんで？あんた押し入れに隠したでしょう。じゃあ今あの茶封筒は？回収させていただきました。なんだよ、人が正直に白状したのに。返せよ。やだね。頭お前すごい。いただきます。頭をいただきます。バン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 。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すごい勢いでぶつけたよな。おばちゃん黄昏れてんの。絶対これ18の夏思い出してるわ。絶対そうやな自分。ねえ、僕くん、うちの隣のちっちゃい川の名前、あ、どうなりました？痛いとこ疲れましたね、これ考え中。そうなんだ。じゃあね、いろんな人の意見を聞いてみたらいいかもよ。え、例えば、2階のお客さんのサイモンなんかはきっと面白いアイディアを出してくれると思うよ。ほんまか？サイモン？わかった、聞いてみるよ。そう言われたら聞くしかないよね。今日の晩御飯は、イワシのハンバーグに、カワハギの刺身、それに、イカと玉ねぎの煮物を加えて、シゲルの好物ばかりを揃えてみました。残念、外れちゃったね。そんなん食いたいな、俺も。逆にほんまはその人やな、スタッフドピーマンってなんやねん。気になってしゃあないよな。ちょっと、サイモンのとこ行こうや。そう、さっきもう一目散に行っていい？サイモンのとこ。あと3分か。ちょ、一回炎上しなきゃいけないでしょうけどね。ちょ、サイモンのとこ行ってから炎上しましょう。おった。サイモン、聞かせてや。川の名前を教えてほしいね、サイモン。サイモンは、ここで風に吹かれて、ビールでも飲んでる時が一番幸せだな。でもって。一番幸せなのって、他に聞いたような気がするぞ。気がするぞ。おちょくってんのか。おちょくってるっぽい言い方したな今。そういえば写真ができてるよ。違うよ、川や。はい、川の名前やんってさ今。何、どんな写真よ。わあ、ありがとうサイモン。何、ガーファンクルの写真見てみる。じゃあガーファンクルの、ガーファンクルの写真。タバコ吸ってるよ。吸ってる吸ってる。こうか、こっちか。うわ、何この距離感。ヨウくんちの帰りにお姉ちゃんと並んで、記念撮影ですね。なんかでもまあいい写真といえばいい写真ですね。すごい。サイモンやっぱ技術はあるのかな、写真の。いいのいいの。一番幸せなのがたくさんあったらすっごく幸せでしょ。たくさんあったらって。N 多すぎるんだよなお前。いいのいいの、分かったって。一番幸せなのがたくさんあったらすっごく幸せでしょ。そんな話聞きに来ないちゃうからサイモン。ほんま分かってへんやんサイモンお前。え、これ何、サイモンに聞いてこいって言われて俺サイモンに聞いてるのに全く意味なしなん。風呂入る。じゃあこの一日が終わったらね一応終わろうと思いますけど。で、全然答えてくれへんかったよね。じゃあ明日に聞けってことなのかな。おっ、おっちゃんちゃうこれ。この脱ぎ散らし方ぽい気がするな。お風呂に入りますか。あ、入ろう入ろう入ろう。久しぶりの風呂や。え、子供か。ん、あ、何も喋らないで終わった。そうか、ほんな一回しばき回されといて。んで、これちなみになんぼなんでしょうね。これはさ、空港とかにもあったりするやん。15分100円とかで。今の年になったらたまにするんよな、これ。不思議なもんで。誰があんなとこに100円入れねんって思うんだけど。意外とするんよ、待ち時間とかに。もう、じゃあ、なんかすることある今。もうないよね。まあでも、まだ8時前なんかもったいないな、寝んのは寝んのでね。ちょっと虫見てみる？のれんで、男湯か女湯かわかると。
落下川？落下線？そう、落下生と合わせて落下線でいいやんはやめろって。びっくりするわ。ちょっと俺に読ませて、そう、俺考えてみたいな感じで、俺がちょっともろとも行くやん、それこれやけどやん。一回ちょ、ガキどもに話聞こう。お姉ちゃんとこ行く？お姉ちゃん、あ、夜のお姉ちゃんとこ延長したよ。で、夜のお姉ちゃんとこ行こう。お姉ちゃん、なんか話しがしてるかな。またあの第2章4節みたいなやつ聞いてるかな。俺最近スピーカー買おうと思ってさ、やめてねえ、高いから。スピーカー高いね。あのなんか縦にこうタワースピーカーっていうの、あれが高いね。すごい高いわ。夜のお姉ちゃんって、夜のやすこお姉ちゃんの家やろ。夜のお姉ちゃんじゃねえ、たやめやめてやめて。いやす高いね。いやすなんかどうかわからへんしな。ほんで聞いてみたらな、結局ほんで最終的にアンプいるとか言われて、あ、もう無理や。あ、なんか飲んでる。またこうやって毎日本ばっかり読んでると世間のことなんかどうでもよくなってくるんだよね。あ、わかるわ、わかるわかる。ほんまにね、学者あるあるやな、それはね。やすこお姉ちゃん、うん、でもお腹は減る、そこが問題よね。そうやね、全然おすすめじゃないな。びっくりするやおすすめじゃない。妖怪本ってでも なんかみんなじゃあ本持ってる。俺あの夏目漱石のさ、我が輩は猫であるかなんかを、いつやったかな、なんか新幹線かなんか乗るときにあんまりにも暇やから本を買おうか言って買おうたんよね。もうほかしたもんな、あんまりにも別に読む気がなくなりすぎて、もうほかした。俺も本棚の奥よく調べてみて。本棚の奥、わかりました。じゃあこうひかりちゃんにちょっと話しかけて本棚の奥行きましょう。ひかりちゃん何してんのかな。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか、うん、占ってあげようか。いや占っといてよ、ほんなら。じゃあ今日は6ね。あ、多いやん今日。1、2、3、4、5、6。はいはい。あ、じゃあこの中から好きな数字を選んで。じゃあ末広がりの8番にさせてもらおうかな。昼間の海岸。ほう、どう、参考になったかな。いやいや、何の参考にもならへんよ。さてと、光のおすすめもう一回聞く。海岸って言われても、うん、まあ、うん、聞くよ。じゃあ、はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで、うん、はい、選びます。じゃあ4番、夕方の公園。たまには夕方の公園にも行ってみたらどうかしら、うん、どう、参考になった。はい、じゃあ、最後あと5番と1番だ、聞いておきますか。あ、サイモンの部屋な。はいはい、はい、あとは。俺でもさ、この折り紙見て、意外とめっちゃ懐かしない？めっちゃ懐かしいよな。なんかパックパックパックンパックンとか言うて、なんかやらへんかった。これこれでなんかここに鉛筆入れてって言うて、鉛筆入れてこうやってバッて挟んでほらってやらへんかった。やってやらへんかった。俺はやったんやけど、意外と俺の指の力強いっていうだけやねんけど。やったやろみんな、パクパクするやつ、なんかパク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 みたいな、なんかめっちゃ無駄なこと。小学校の子とかほんま無駄なことしてたよな。ねえおじいちゃん、僕すごいことに気づいたんだ。え、なんじゃ、言ってごらん。前に聞いた数え年の話、あれ僕も数えたんだ。ほうほう。正月にも年が増えるんだったら、うん、僕もう18歳だから車の免許取れるんだよ。僕君、それはちょっと計算が違うんじゃないかな。あの数え年っていうのは生まれた時にすでに1歳だって、正月に1歳また減るってわけだから、別に倍になるわけじゃないんだよな。僕君違うと思うな。うん、こらこら、正月に年が増えるんだから自分の誕生日には増えないのじゃ。欲張っちゃいか。欲張ってんのかな。欲張ってるんだそれは。じゃあな。え、でもそうですよ、無駄なことに意味がありますから。皆さんやってみたいこといろいろありますからね。本当に大変ね。もう今のこの年になるとね、ワイワイもワイワイで、やっといてよかったなとかね、やっときたいなと思うこといっぱいありますよね。特に若い頃は、なんかちょっと無謀なことにチャレンジしてみたいなんて思ったりする。数え年だと、ワイワイいくつなんでしょう。生まれた時に1歳、正月に1歳ということはもう常に年を取っているということですよね。本がたくさんある。よく調べてみて。おっ！
ナイス、シソチョウを手に入れた。ビジも今日ちょっと第4章2節ではなかったですね。何歳なんねやろ。だから今年でもすでに年取ってると換算するのであれば、さらにそこに1歳足したとして、19だな。BGM が終わるときに言おう思ってるけど、もういつ終わるか分からへんねん。だからドゥーンドゥーンドゥーンって、お前ドゥーンで終われよ。ややこしい。どのタイミングで言うたらいいか分からへんわ。ちょ、これ一回ちょっと道具で、道具ちゃうわ、動画で見てみて、みんな。いや俺はタイミングを見計らって今言おう思ったんや、思うたんやけど、一切終わらへんから、あいつがでーん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 とか言ってずっと何節とんねん、お前そこでびっくりするやろ。27歳、あ、27歳でもいいですよ。でもいいですよ、でもいいです、いいです、いいです、いいです。え、何歳やと思ってんの自分ら。え、ワイワイなんかほんまにもう若いで、ごめんやけど、みんなでこうやってため口切ってしまってますけど、僕ほんと若いんですから。もうね、最近だから、え、先月でしたっけ、先月、先月じゃないか、今年の4月ぐらいに高校を卒業してね、大学に進学しようっていうところで、どこにしようかなってすごい悩んだね。あの雑談放送とかですごい悩んだのを今でもほんと鮮明だな、記憶が。108ってお前煩悩か、すごい数やん、記録出るやん。もう 26? あ、26とかいいね、いいわ、26とかいいわなあ、ものすごいいい、26とかちょうどいいぐらいじゃないと思うな。これいちいち俺これし、変わる草原や、河原の上をゆっくりのんびのび飛んでいる、群青色に白い縁取りがおしゃれだねっていうね。まあこれも標本に線とね入れていきましょうか。なんかちょっと時間の無駄な気もしますんでね。あ、そう、タバコは吸ってるけどね、私だけ免除されて、アフガニスタン生まれなんで免除されてるんですけどね。へえ、とか言ってね。あ、いいな、2本感じるね、こいつとか特に。ほら2本感じないですか皆さん。赤星ごまだらや、羽の下赤い点々がチャームポイントなんだって。バタバタせずに風に乗る蝶。はい、ありがとうございます。でこれで多分、あ、こいつピクピクしとる。これでもう終わりじゃない、今日。アフガニスタンの人に謝って。アフガニスタンってもうサッカーでしか聞いたことないよな、ぶっちゃけ。 UAE ってどこなんて俺毎回思うね。ほんで北から南のどこでもいるよ。聞いて、口柄が強いやつ、タンポポやアザミの花の蜜が好物なんだって。はい、ありがとうございます。じゃあこれも収めていきましょうね。収めました。次はここら辺はもう他にいいんかな。ちょっと全体見てみましょうか。あ、こいつや、こいつ、こいつだけ新しいんじゃない。10センチやで、こいつめっちゃでかない。10センチやで。え、みんな手測ってみ、中指で一番長い人でも10センチはないで。めちゃめちゃでかいんじゃない、10センチって。ついに登場、日本代表国鳥だ。あ、そうなん。クヌギやミスナラの樹液が好きで大勢で、群がれることもあるよ、群れることもあるよか。ほー、これはいいじゃないですか、いいやつ手に入れましたね。めちゃめちゃでかいね、はみ出てるもんね。さあということで、本日も終了ということになりましたけれども、まあちょっと過ぎちゃいましたけどね、やっぱりね、いつも通りという感じで1時間1日っていうことです。これ動画にしたら本当にやばかったかなと思うんですけれども、昨日のやつちょっと見てないんで見たいと思います。安子お姉ちゃんに村の中を案内してあげたんだ、今してもらったんやと思うんですけどね。幼馴染とまた仲良くすればいいのに、ね、いや、まあそうですね、まさにその通りですけれどもね。今日の一日も見てみたいと思います。はい、ついに遭遇、ロケットのお兄ちゃん、夢はでっかく世界征服、いや宇宙進出ですね。いや、そうですね、確かに、まあ、あんな年ででも宇宙にロケットを上げられるんやったら皆さんもびっくりでしょうね。はい、YouTube 楽しみにしていますので、ありがとうございます。明日はね、一応ね、ごめんなさい、放送しないと思うんですよ。明後日に放送になると思います。大変申し訳ないんですけれどもですね、明日ちょっと、まあ、予定は空いたんですけれども、明後日に回したいと思っております。じゃあ、いいよ、ここでいいかな。いやいや、ありがとうございました。まあ、今回もちょっと延長しちゃいましたけれども、いつもちょっとお酒を飲んでね、放送してしまってはおりますけれども、まあ、夏休み、まだ入ってない人もいるみたいですね。
7月の末から夏休みが入るという方もいらっしゃるみたいで、まだっていうこともあるんではあるんですが、ただ30日もあるんでゆっくりゆっくり進めていきたいと思っています。また明後日ですね、明後日の21時から同じ時間に放送したいと思いますんで、よろしければまた見に来ていただければと思います。明後日何曜日なんやろ。日曜日か。明後日日曜日ですね。なんかまた日曜ヨーロッショーとか被るんじゃないね。えそんな気しますけれどもね。あ、来月から夏休み。8月から。あ、でも確かに僕くんも8月1日からやもんね。言われてみればそうですね。いやでももうそろそろ、例えばもう今ね、夏休み始まってない人はテスト期間やったりすると思うんですよ。まあそこら辺の方もいらっしゃる中、こうやって放送して申し訳ないんですが、まあぜひテスト勉強の方はですね、テスト期間一生懸命頑張っていただいて、また合流していただければと思いますし、もうすでに夏休み入っている方、まあこの私の放送を見るのもまたありなんですが、また別でね、ぜひ夏休みを謳歌していただきたいと思っております。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。あ、誕生日の方おめでとうございます。日曜日、また日曜日やりたいと思いますよ。1時間で誕生日の人おめでとう。あ、明日が誕生日ってことですか。いやありがとうございます。7月29日の誕生日ってことで、なんかめでたいですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。またゆっくり寝る方は寝てください。またお風呂入る方もね、入ってきていただければと思います。お疲れ様でした。はい、7秒ぐらい黙らなきゃいけないんですけど、YouTube をご覧の皆様も本当にありがとうございました。まあ、毎回一応放送はしておりますけれども、 YouTube に動画を投稿するということで、 YouTube だけね、見てくださってる方もいらっしゃるかもしれませんね。僕の夏休みのみならず、モンスターファーム2の動画の時も、YouTube だけで見てくださる方がいらっしゃったようでですね、本当に申し訳ないのが、大変遅い時間にいつも投稿してしまっております。これはうちらに関しては本当に申し訳ないなと思う反面ですね、逆にできること何かないかなということで、本日もそうなんですけれども、一応深夜に上げる日はね、動画を上げないとか、夕方いつも動画投稿してるんですが、上げないとか、といったこともちょっと工夫しながらやっていってはおります。まあ、もしくはね、もしかしたら、まあ、翌日に上げるっていうのもありなのかなとか思ったりもしてるんですけれども、またもし ご要望などございましたらですね、コメントの方にお寄せいただければと思います。それでは、動画をご覧の皆様もお疲れ様でした。